きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、この時期恒例、今日から行われるビッグ企画、超企画です、崖っぷち選手特集。あー、あーってなる。いやー、この企画、最初にやり始めるって言った時、なんてことを言うんだって思ったんですよ、でも企画3年目になってきたら、今うわーって言いましたけど、あ、この時期が来たかぐらいになりましたね。いやいや、この頑張ってエールだから。あ、まあそうですね。知ってる、ここにも名前上がらないやつはもうほんとやばいからね。あ、そうか、そういう塩梅ってことか。そう、まだ上がるってことは、まだいけるって思われてるわけだから、だからまだ崖から落ちてないけど、そう頑張ればまだまだいけるよっていうことですもんね。そうそう、だってこっから伝っていった選手いっぱいいるから。そうだ、桑原もそうだしね、もうみんなこう伝っていくから。はい、まあ、もちろん落ちる選手もいるけどね、崖にいたのがタワーマンションに今住んでるだろうっていうね、そうがいるんですもんね、そういった選手だ。裏を返せば期待してるよ、もっと頑張ってねっていう選手ですね。勝負の年だよっていう意味なのよ、だから勝負の年ってことだから、あ、そういうことですね。そう、はい、勝負がけですっていうね、フライング覚悟で突っ込んでいきましょうっていうね。はい何はいって、もう分かってへんよ、なんかよく分かんないけど。何なんだろう、それ。ということで、はい、めでたくオープニングを務めるチームは、阪神タイガースです。おー、1回目、はい、なんか先生が言いたいことあるらしくて、阪神、なんかサバイバルポジションの時に、なんか張り切って言ってて、なんかちょっと炎上してて。そんな炎上してました。いや、まあなんかね、好き勝手カコメント欄書いとんなぁ思って、ギノザで待っとったんですよ、ギノザのキャンプ地行った行って、阪神ファン、俺に文句あるやつ誰やと、待っとったんですけど、結局分からず、そりゃそうや、だって知らんやろお前のこと。そういうことですよ、カメもつけずに。そうだよ、いつもカメしてるんだ。言ってこなきゃ、佐々木チャンネルって大玉立てて、文句あるやつは来いって言っちゃった。まあまあ、滋賀で書いて先生、やっぱ関西出身だからちょっと関西チームに厳しいとかありますよね。関西の中でやっぱり今年、なんでこんな厳しいかって、やっぱり優勝してほしいっていう思いが強いから、みんな皆さんが監督なんですよ、言いたいんですよ、そうね、僕と一緒ですよ。あれ、ちょっとなんかトーンが弱まってんな、なんかちょっとプラス勢いなくなってんぞ。いや、どんどんまた言うこの前のこの前のこのトークの勢いから嫌い、ちょっと悪いな。そうですね、悪いっすね。まあでもトークの中にもう割り込んできそうな、ビビってんの、ビビってんじゃん。全然ビビってないです。あ、好きなんやなと思って、僕のこと、あ、ちゃんと聞いてくださってるって証拠やと思って、まだ何も言うだろうんで。そうなん、なんかちょっと怪しいな。頼むよ、切れ味よく言いますよ。今回も崖っぷち選手だから、はい、特別な情報いっぱい。そうだ、おキャンプ見てきてますからね。あ、そう、言ってますよ、ちゃんと。阪神も言いましたよ、ちゃんと言われんように。10分やろ、10分でしょ。7分です。7分間見たってこと。7分見て帰りました。なんで10分より少ないやないか。上回ろうと。はい、はい、ということで今日阪神、阪神のまあ崖っぷちね、まずピッチャーは、秋山ですね。秋山選手もう崖っぷちですか。いや、もう崖でしょ。秋山匠投手ですよね。だってまあ今年32歳っていうところで、そっか、昨年が5試合登板、防御率 5.48、ね、一昨年はね、2021年は10勝してるんだけどね、だから11勝10勝と2年連続してきたけど、なんて言っても、やっぱりね、ライバル強力だから、だから先発で言えば、まあ、青柳、で西、勇気、西純也、で、伊藤将司、佐伯、もう先発ローテ確実って言われてますからね。まあ、桐敷とかね、昨年良かったから、岩貞も先発に、そうか、転向って、で森木でしょ、っていうところがどんどん来るじゃんね、確かに先発で、はい、ってなった時にちょっともう枠がね、そんな全部ガラガラなわけじゃないから、で年も年だし、ここで出さないと、そういう桐敷とか森木とか、佐伯もそうだし、若い選手が入ってきちゃうと、もうベテラン入っていく余地なくなるから。そうですね、そう思うと阪神も結構若い人たちがぐいぐい出てきてますね。そうそう、去年湯浅浜地とかもそうだし、若い選手たちが結構出てきてるから、正直で、また外国人のね、先発っていうところも入ってくるかもしれないし、ないのよ、枠が確かに。一昨年その前も2桁勝ってるからって言って、うかうかできないですね。で去年がね、パッとしなかったからね、一勝3敗。でこの前も中日戦2軍の試合で投げて、ブライトでホームラン
特大の打たれてたけども、うん、はい、もうちょっと危ないね、頑張りどころだね、はい、今年勝負だね本当、うん、ここでもし今年ちょっと成績落ちちゃうと、うん、もうチャンスが本当なくなってきて、はい、あの下手したらよ、うん、夏前に開催される、うん、あのトレードに出した方がいい選手、うん、秋山が上がります。いやでも欲しい球団いやあると思うのよ。でも阪神じゃちょっと競争が高い、レベルが高いからね、若干ちょっと危ないんじゃないのかなっていう、うん、他の先発ローテーション ほぼ全員秋山投手より若いですもんね。そうなのよ。だからちょっと、若いチームだな、今年頑張んないとっていうね、はい、うん、でまあ、でピッチャーもう一人がね、はい、馬場、あ、背番号18、仙台、そう2017年ドラフト1位、6年目、今年28歳、はい、で昨年は7試合登板、その前は44試合、はい、2020年32試合とね、うん、結果出したけど昨年は7試合で、リリーフもよ、はい、浜地湯浅でできて、うん、岩崎、うん、でケラーね、はい、外国人、うん、っていうところが入ってきてて若干危ないよね。そうですね、うん、あとカジヤとかね、うん、そうか、去年7試合しか投げてないんですね、うん、若干ちょっと枠がね、こう頑張りどころで、ここをもう一発今年頑張んないと、うん、っていうところは、だから勝負がけだね。はい、まあ27歳なのでね、うん、で何気に俺はね、このね、岩田、はい、まさき、はい、何気に俺、今年ブレイクするんちゃうかと思ってんだよ。いいですね、いいところ、はい、今日なんか、あら、なんか口数少ないね、今日非常にいいと思います。そうだ、俺知ってるよ、みたいな、はい、ね、すごい左の渡辺君の勝負ですね。うん、でもめっちゃいいと思う、俺この岩田、育成出身の岩田雅樹投手、今年ひょっとしたらでブレイクするかもしれないと俺は個人的に思ってる。キャンプ見てとかで、そう投げるとこ見てね、試合、注目しておきます、うん、であとこのね、崖っぷちはね、高橋遥人、はい、あもう本当もうすごいよ、投げれたらね、うん、静岡じゃん。そうですよ、うん、立花、はい、でまあなんか、まあ、怪我でね、うん、まあ、手術とかしながら、この前もなんかキャッチボール20球したみたいなね、はい、ニュースになってたけど、まだその段階だからね、うん、でも夏ぐらいには間に合うんちゃう、だからちゃんと投げれたら、もう打てるやつもいないぐらいエグいからね。いや、本当、去年もだ7試合投げて、一応防御率1点台ですからね、そう、うん、おととしね、あ、おととしだ、去年じゃない、おととしですね、うんうん、はい、だ元気だったらもう抜群だから、うん、だからその体が元気かどうかの崖っぷちだ。うんうん、だからまあ見たいけどね、はい、だからここら辺がどうなってくるかによってもタイガースのね、優勝ね、夏場ぐらい来たらから頑張れればでかいからね、チームとしたらね、はい、だからそういったところでは期待値も込めて崖っぷちと、はい、頑張れと、うん、でも期待値は投げれたらえぐいよっていうね、はい、ところはあるね。でね、野手はね、はい、キャッチャー坂本、おー、崖っぷち、もう崖ですか、崖だね、これは完全に。でもこう正捕手のなんか2番手ぐらいの立ち位置じゃなかったですか。うん、でも監督変わっちゃったからね。ああそっか、なんか岡田さん見てるともう梅野でメイン梅野で行きますみたいな、はい、で岡田さんそもそもあんま併用とかしないから、うん、だから多分こうなったら多分梅野がで、またね、梅野がこうそれで頑張りをね、うん、一気にモチベーション上げていくからかな、はい、可能性もあるから、うん、でなった時に、で坂本は今年30歳になるよ、はい、でなったら、うん、阪神としたら次育てたいよね、うん、ってなったら今ね、高卒から入った中川とか一応上がってるけど、あと栄田、うん、あと藤田とか、うん、若いやついるから、多分そっちの方が梅野の次っていうところで育てようとしてシフトチェンジする可能性があるんです。そっか、梅野選手とだって年ほぼ一緒ですもんね。そう梅野選手は多分32の年ぐらい、ね、梅野が今年32だから、ね、だから2歳しか離れてないから、 そこに両輪で行くよりはそっちの若いのを未来のためにっていうシフトチェンジする可能性があるから、はい、そのためには坂本が存在感出さなきゃいけないから、そういった意味ではちょっと崖っぷちだね。確かにそうですね。でもう一人がね、はい、あの糸原だって昨年132試合に出て2割4分7厘、ヒット110本、出塁率3割7厘、はい、っていうね、うん、去年ほぼレギュラーだからね。そうですね。なのに崖っぷちですか。そうなんだよ、やっぱ監督変わっちゃったからね。まあ、監督変わるとね、はい、地形変わるからね、はい、地形が今まで、はい、すごいいい土地が、うん、監督変わったらそこちょっと崩れて落ちちゃう可能性あるからね。でも去年頑張ったので使
ってもらえるかもしれないじゃないですか。じゃあもうそこで岡田監督がじゃあ糸原だってなるかもしれないじゃないですか。まあ、そうなんだけど、サードに里出る、はい、でセカンド中野、うん、でファーストに大山、うん、でショートに木浪と小畑を使おうとしてて、あじゃあ糸原のポジションがない。そっか、もう入る隙がないんですね。去年だと糸原中野ショート糸原セカンドだったけど、うん、セカンドに中野行くから、はい、あそうだ、うん、だからポジションないのよ。はい、ないですね。だからもうあの一気に崖です、うん、うわー、去年あんなに頑張ったのにっていう、うん、だから去年とかの頑張りを、うん、多分その満足してないんだろうね、うん、岡田さんはね。あそんなんじゃレギュラーとしてはみたいなね、うん、だからボットっていうところ でまたこう小畑がいい感じでまたキャンプ頑張ってんだよね、すごいいい感じで、はい、それはもう木浪とか小畑にとったらチャンスだからね、うん、今までは中野糸原だったけど、うん、それが木浪小畑か中野になるわけだから、うん、そう選手はまた頑張るじゃん、うん、でもそうなったらね、そうちょっと枠に入ってない糸原はピンチだからね。はい、そうですね、うん、あもうそう言われるとちょっとポジション的にも、そうそう、でもし万が一サトテルが、うん、まあ、先生の、ね、意見に、はい、大反対されてるけども、はい、サトテルがライトに行った場合、うん、多分ノイジーがサードに来ると思うよ、はい、絶対、うん、そしたらまたこのショート小畑木浪、うん、サードあセカンド中野は変わんないじゃん、はい、だからここのノイジー全く打たなくて、うん、サトテルが嫌になったらサード糸原とかあるんだけど、はい、なかなか今ピンチやな。ピンチですよ、うん、守備がダメしか空いてないんですよ。そうか、うん、だからそう言われるとそうですね。だからここがね、うん、ちょっと今かけっぷちだね、はい、この1年後どうなるかっていうところの勝負の、うん、下手したら6月ぐらいにトレードに出した方がいい選手に上がってる可能性が広島になぎにしもあらず。なんで広島になんですか。もう新井さんと一緒のジム行ってるんですよ。へえ、どうなるかね、うん、でも広島行ってもいらないよ。いやサードがちょうどサード外国人、外国人の後が今あいつ打つぞ。よろしいですね。うん、皆さん言ってました、ね。いいらしい。あ、そうなんだ。新外国人。だからないやん。その後のやっぱり林選手が出てくる予定が、林選手もまだちょっといないので、うん、サードね。田中康介とかいるよ、守備だったら。ガキですか。うん。まだ。いやチャンス。伊藤ら広島ネタいるからね。そうどうなのっていう。俺らは言ってないからね、はい、いやもっとやっぱり糸原選手だったらレギュラー出るとこあるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。広島の糸原、うん、知らないです。日本ハムの人です。俺は何も言ってないけど、はい、まあ、っていうところかな。そうですね、うん、はい、で袴田さん、今回ね、新たな企画で、はい、袴田スコープっていうのがあるんだよ。スコープ、うん、袴田スコープっていうミニコーナー、はい、袴田さんのためにミニコーナー、うん、はい、12球団、うん、まあ、俺はかけっぷち選手言うけど、その中で袴田さんが今年ブレイクするんちゃうかっていう、あと頑張ってほしいっていう袴田枠がある、うん、これなんか頑張ってほしい人選んでってパッて言われたんですけど、うん、本当に個人的に頑張ってほしい人でいいんですよね。全然いいのよ、はい、ブレイクするかも分かんないけど、ブレイク絶対するって言ってるわけじゃない、はい、しそうだししそうなんちゃうみたいなとか、まあ、注目してますよみたいな。私が注目してる人言えばいいですよね。そうはい、わかりました。袴田スコープ、はい、タイガース編です。はい、タイガース編。これはもちろん1年、うん、半年後こだわせする、はい、本当に頑張ってたかっていうが、袴田さんの応援に期待に応えられたかどうかっていう、ね、あなるほど、うん、そうですね、うん、それと僕も言わせてください。何が？お、先生スコープ。あんの？ありますよ。キャンプ行ってきたんですから。あ、それ聞きたいですね。なんかあれやな、ちょっとネガティブ要素を言うと、はい、文句言われるから、ポジティブ要素に変えようとして、いやちょっとすり寄ってんちゃう？ちょっとそうですね。そんなやついらんで、さんざきチャンネルには。先生意外と繊細なんで。いや、違います。ちゃんと言いますから、まあ、楽しみにしてください。先どうぞ。どうぞ。いや、個人的に、うん、頑張ってほしいし、今年出てきてほしいなと思うのは、うん、桐敷投手。お、はい、今年2年目なんですけど、うん、去年私は、うん、新人王を取るんじゃないかっていうぐらい期待裏切られてね。でも2軍ではものすごくいい成績を残してたので。でも2軍知ってる？地球と宇宙ぐらい違うからねって言いますよね。でも、うん、もう応援、今年はいけるんちゃうかって。 いけるんじゃないか。でもチャンスあるよね、うん、非常に、はい、それ期待値高いで。
いやまだまだ先発にも入っていけるところが、うん、で評判も良かったしね、アマチュアの時からね、あと桐敷投手と、うん、個人的には西純也投手すごい、うん、いいなと思ってて、うん、まだ10勝とかしてないですけど、去年すごいいい感じだったじゃないです か、うん、だか今年は西投手は私は2桁勝つんじゃないかなと思って、いや今年の練習試合もうエコかったよ、150キロオーバー今の時期から投げて、はい、球の力もあるし、うん、まだ超若いですし、うん、狙ってる狙ってるどういう意味でですか。いやいや、今年は西純也が頑張るっていうのを早めに言って、はいはい、私もう西純也頑張るの知ってましたからっていう1番目、はい、やっぱ1番目に言わないといけないじゃん。まあまあそうですね、いやただもう去年の時点でだいぶ頑張ってるので、うん、あれですけど今年は2桁いけると思ってます。おー、はい、で西純也と桐敷で、はい、まあでもここ2人が頑張ったら優勝あるな、うん、私阪神1位予想してますから年始ので。いやまだ変えるかもしれないんちゃう、うん、かもしれないまだ分かんないけどそのぐらい期待してます、うん、いいねいいね、はい、あんたの先生は、僕がやっぱおすすめしたいのは、うん、まずはもう今年まあ、去年もまあすごかったんですけど才木投手、うん、これはもう最多勝な先発で使うと最多勝ぐらいやるし、うん、僕は中継ぎで使ってほしいんですけど、うん、やっぱり1イニングやったらこれ以上熱い投手陣になるんじゃないかっていうのが才木投手なんですね、うん、もうニュースで先発ローテーションは、それはもうキープレイヤー編でよくない、崖っぷちの選手のキープレイヤーで、それはキープレイヤーの時に言った方が盛り上がるよ、いいんですか、うん、優勝するためにだからね、確かにそうですね、うん、じゃあ何を言えばいいですか、何別に何も言わなくていい。じゃあ別に、ま、企画に沿った、企画に沿った選手、応援した方がいい選手ですよね。いやいや、もう応援は袴田さんだけだから、僕に言わしたいんですか、そのスコア。いやいやいや、もう何もガキムチですか、ガキムチを言ってほしいですか。やっぱ無理に言わなくてもいいけどね、はい、はい、板山はい、はい、ありがとうございましたさあ、ガキムチ選手第2弾、はい、今回はパ・リーグ編ということでね、うん、まあ、パ・リーグのオープニングチームは、はい、まあ、こちらです、ロッテです、はい、おー、ロッテからいきますか。それはもうだって B クラスだから、うん、はい、ベイクローズ、はい、去年ね、野猿、うん、ね、今うん野猿ベイクローズ、野猿って何でしたっけ、聞いたことあるな、野猿知らんの、はい、野猿って何だっけ、アーティスト、野猿知らないです、平成の私も平成の、いや野猿は平成だからですか。で、うん、私多分生まれてる頃だなっていうのは分かるんですよ。知らないです、そうなの、はい、トンネルズ、あ、そうだ、うん、何の曲ですか、どういう曲でしたっけ、ベイクローズ、歌歌ってくださいよもう後で聴いときます。いや、ほんと著作権フリーだったらここ今ね、流したいですけどね、枠に流したいよね、うん、皆さん聴いてください、はい、ロッテ、はい、ロッテはね、うん、もう崖っぷち選手はね、もうこの選手、二、うん、木です、二木投手、うん、もう崖っぷちに入れちゃいます。いや、もう崖、もう片足外してんで、まあ、昨年ね、だって、まあ、みんな期待してたと思うよ、はい、ずっとね、うん、で、背番号も18になって、そうですよ、でも、うん、10勝1回もしたことないのよ、はい、一番近かったのが2020年、9勝3敗、ね、うん、防御率 3.40 で、5勝2勝と、うん、一気に成績落として今年で28歳、はい、今年10年目、うん、崖だね、崖か、だって佐々木朗希は出てきて、うん、ね、左の小島いて、はい、石川、うん、美馬のベテランコンビが頑張って、うん、はい、そこに誰が入ってくるかっていうところで、はい、枠はずっと空いてたのよ、はい、ずっと空いてたのにずっと入ってこれない。でも今も空いてるんですよね、まだ、まあそうだね、うん、まあでもそしたらもう怪我明けの種市とか来たりするかもわかんないし、菊池もいるしね、はい、でベルセデスも来たし、岩下鈴木みたいな、はい、そっか、メルセデスも来たんですもんね、中森とか若いやついるし、ちょっと怪しいね、ちょっと怪しいね、そう思うと今年の頑張り次第なところ、ね、今年の頑張り次第でもう期待されなくなっちゃう、うん、もうダメかってなっちゃうわけですね、うん、今でもギリ、うん、かなり頑張っていかないと、はい、きついね、本当もう18番剥奪だね。いや、そうだって18背負ってるわけですからね、うん、うん、頑張ってほしいな、はい、勝負だね、はい、で続いて、はい、唐川です。唐川投手も、もうだって唐川今年で34歳だからね、はい、若くないからね、
でも一昨年かなんか勝利の方程式というか、そうキレハマってましたよね。あの2020年21年ね、はい、でも去年が17試合で 5.28 だから、うんうんうん、でまあリリーフはね沢村も帰ってきたしね、うん、であの外国人も、うん、いるし、で東条ね、はい、で大野っていうところね、うん、はい、で、まあ、西野だったりとかいるからよ、うんうん、はい、ちょっと危ないね。あ、そう思うと結構若い人たちも出てきてるわけですね。うん、年だからね、もう34だったらなんかまだっていう感じが。いやだからここだって今年頑張んないと。あ、まあそうか、で落ちてくる一方ですね。落ちてくる一方だから。そうですね、だからもう崖っぷちなんだよ、うんうんうん、34、まあこれが25くらいだったら、うん、まあ今年ダメでもみたいな、うん、あるけどもうないからね。確かに結果残し続けないといけない年になってきてるわけですね。なかなかはいるよねみたいな感じで言われないと、うん、もうその34、5で、はい、逆に頑張れなんて言われててダメだからね、うん、頑張るのは当たり前だからね。そうですね、うん、うん、だからここら辺はねもう一回、うん、再起できるかどうか勝負だね、うん、今年は、ね、はい、うわー、そっか。でそれに伴って佐々木、はい、千早投手、え、なんでわかるの？え？朗希かもわかんないじゃん。いや、佐々木朗希投手がケプチって人います？だってあの、カラカン投手と一緒にあの勝利の方程式でしたよね。そうだったから、はい、なんかもう今セットなのかなと思って、うん、想像しました。あ、そうだ、まあ、今年ね、うん、7年目だからカラカンもドラフト1位だけど、うん、佐々木千代もドラフト1位だからね。そうですね、うん、で、まあ、その中で、まあ、昨年ね、はい、23試合防御率 6.39、まあ、2021年がね54試合で 1.26 だったけども、はい、まあ、ここだね。でもあの2021年はさ、うん、吉井さんいたのよ、はい、ベンチに。でそれで佐々木朗希出てきたから、はい、まあ、ここで吉井さんが帰ってきて、うん、ちょっと相乗効果で上がっていく可能性もあるからね。そこはちょっと期待したいとこだけども、はい、まあ、さっき言ったようにね、うん、リリーフはまだ沢村帰ってきて新しいところが入ってきてるから、うん、まあ、ここ踏ん張んないともうね、うん、28歳今年29歳だからね、はい、まだ若いやつがね、うん、どんどん来るっていうことを考えたらね、うん、もう怪我してる余裕ないからね。そうですね、うん、結果出せばもちろんいけるけど、うん、でも危うい年齢とか状況にはなってきてるってことですね。そうもうのんきに言ってられないよね、うん。でしかもまだここまでのニュースで佐々木聞かないからね、うん、だってあの今ヤフーニュースで佐々木千早調べたら、はいはい、あのマリーンズオンラインストア限定でライフスタイルブランドの海のあのモデルになってるニュースになってる。お、それいつですか？2月10日。おだからあの実践的なものがないんですね。実践的なもののニュースがない。あらそう、ニュースなんてならなくなったら終わりだからね、うん、佐々木千早と対戦みたいな、ね、うん、のはあるけども主のニュースがないからね。あ、そういった意味ではやっぱそこをもうちょっとね、ちょっともう一穴探して頑張りたいと、ね、はい、続いて、はい、野手だね、はい、田村だね、はい、崖っぷちだね、うん、なんでまあ松川佐藤伊藤、はい、うん、でまあでも吉井さんに代わって、うん、この練習試合含めて出場機会を与えられてるから、はい、打席にも立ってるし、うん、だ勝負はさせてくれてるよね、はい、でも最後それを勝ち得るかどうかはそいつ次第だからね、うん、チャンスを与えるけどあと頑張れるかどうかは本人次第だから、うん、そういった意味では今年田村は頑張れなかったらもう野球選手としてジエンドです。わー、そこまで言いますか。だって松川 と佐藤でうまく回ったら、うん、若い2人の方がいいじゃん。田村なんか使う理由ないからね。まあ、若い方が良ければそうですよね、うん、そうそうそう、うん、そしたらもうあの落ちえんのよ、うん、今年頑張んないと、はい、FA で残ってよ、うん、そうですね、うん、そしたら俺に言われんのよ、うん、だから言ったやん FA しろって、うん、って言われる。まあ究極のね二択で選んだわけですけどね、うんうん、残留するのを。まあでもそれ田村が頑張ればね松川佐藤もいい刺激になるからね、うんうん、チームとしてはいい形になるだろうけども、はい、本人もちょっと頑張れなかったらもう本当ジエンドです、はい、崖から何らかの底に落ちます、うん、でもチャンスもらってるからね、はい、今までだって存在してなかったんだから、うん、存在してなかった今あの結構ひどいそうな表現だなと。存在してなかったですか。うん、そあの存在あの、まあ、アウトオブ眼中だったから、まあ、存在してなかったな、はい、じゃあ現れたからね、はい、あいるんだみたいな、うんうん、でもあの崖に立ててるからいいじゃん、はい、落ちてないんだからまだ、はい、チャンスあるから、うん、そこできるかどうかは本人次第だからね、はい、まあ、監督が変わった
ていうところで、ね、そうそうそう、ね、それはもうね、あの阪神のね、うん、昨日の木浪とか大畑問題の時と、ね、はい、伊藤原とかと一緒にやっぱ監督変われば方針変わるからね、うん、そういったところでは田村にもちゃんとチャンスを与えられてるけども、まあ、頑張れなかったら落ちちゃうよっていうね、はい、ところだね、はい、うん、で続いて、はい、角中です。あ、そう、角中選手もだいぶベテランになってきましたよね。だって角中ももう何歳今年36だから、でもそれも6か、うんうん、でそういった意味では、はい、まあもう外ポジがね、うん、荻野、高部、山口だから、はい、でポランコが DH になると思うのよ、うん、ってなった時にもうないからねポジション、はい、でそしたら代打しかないのよ、はい、だからキャッチャーのところだね、うん、打たなかったら、うん、とかの代打とかになってくるから、うん、まあ、そういった意味ではそこでしっかり存在意義出していかないと、うん、ベンチにもポジションなくなるからね、はい、であとはもう引退待つのみになっちゃうから、うーん、ここは勝負だね。で監督が変わった時にね、うん、3年後とか見出すからね、はい、3年後に強くなるとかね、見出していくと、うん、そういったベテランまず一番早く切られちゃうから、はい、そういった意味では存在意義出さなきゃいけないから、うん、そこがゲップじゃね。ベテランでもやっぱりキャンプからもう猛アピールしていかないといけないわけですね、うん、そうだね、うん、だっていますよっていうのを見せなきゃいけないからね、うん、正直ね、はい、でまあ、レギュラーではもう多分よっぽど怪我人とか続出しない限り無理だろうから、うん、その代打とかね、そのたまりの出場とかね、うん、っていうところでどこまで存在意義発揮できるかは、まあ、ベテランだけにね勝負だね、はい、まあ、ベテランはほぼ毎年勝負だからね、うん、で続いてがね、はい、平沢です。わー、でも逆にすごくない、名前上がってくるだけ。そうですね、うんうん、まだ諦められてないんだよ俺に、うん、はい、そうですね、うん、でもこうね、だって去年2軍で、まあ、首位打者でしょ、うん、っていうところで、はい、でまあ、監督も変わって、うん、でショートガチャはね、はい、まだ継続中だから、うん、まあそういった意味ではでも対外試合状態よ全く良くないんだよね、うん、まあ、俺が見てる時だけかも分かんないけど2試合見たけど全く出る気しなかったから、はい、まあ、そこがどうなってアピールできるか勝負だよね。平沢選手が何歳になったんですか。今年26。ああ26か。8年目で同ポジいっぱいいるからね、うん、同じ年齢のやつらがね、はい、そうです、毎年取ってますもんね。そう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 、だからそういった意味では、まあ、毎年取って毎年決まってないからね、はい、チャンスはチャンスなんだけども、うん、まあね、昨年2軍で首位打者取ってよ、うん、でこれでまた1軍でダメだったらもう行くとこなくなっちゃうから、うん、はい、そういった意味では、まあ、勝負だね。1軍でどこまでも求められてるのはバッティング以外ないからね、うん、もう打てるかどうかだけなんだよ、はい、それをもうどこまでね、うん、勝負できるかから、打てればね出られるわけですよね。そう、もう俺はもう何回も言ってるけど、うん、野球で一番大事なのは打つことだけだから、うん、はい、もう守備なんてどうでもいいんだよ、うん、大げさに言うと、うん、すごい打ってたら我慢してくれるから。そうですね、うん、もしくはいろいろコンバートされて、はい、守備にそんな影響ないところに持っていかれて打つから OK みたいになるから、はい、うん、打たないから守備いいやつとか言われちゃうからね、はい、だからそれぐらい、まあ、多少守備はって思われても、うん、もう打つから OK って言われるぐらいになるしかないからね、はい、そういった意味では最後のチャンスかも分かんないぐらいのね。そうです、ね、うん、どんどん来るからね、うん、取ってね、ショート特にショート毎年してるわけですからね、うんうん、外野はちょっとどんどん枠なくなっていくから、まあね、うん、外野守れるというところは一つのアドバンテージでもあるけども、はい、でもどっち守れたとしても打たなきゃ出れないからね、うん、その去年の2軍での首位打者を自信に変えてね、はい、どこまでいけるかが勝負だね、うん、そうですね、うん、はい、で袴田さんの袴田スコープは、はい、袴田応援枠、うん、袴田応援枠は山口選手。おー、もうみんな中、もうみんな期待してると思うんですけど、うんうん、私もものすごく期待してて、うん、やっぱロッテってなかなかこう安定して打てるとか大きいの打てる選手がなかなかいない。そうそう、落合さんらいないからね、はい、ホームランもね。あ、そうでしたね、うん、そうだそうだそう、なので今年、うん、山口選手は私は30本打つと思ってます。おお、じゃあ最後に、はい、山口に、はい、花向けの、はい、俳句をお願いします。俳句、はい、やっぱ俳句だから山口は俳句、うん、だから山口を、あ、そうだそうだそうだ、ヒーローインタビューで言ってもいいと思うんだから山口に激励の最後、ちょっと先に言っといてよそれ、はい、いや今思ったら俳句で締めましょう。五七五で季語もお願いしますよ。季語いきます、はい、ちょっと名前とかは入ってないですけど、ああ私の期待を、はい、いきます、はい、スタンドに大きな桜を30本さあ第3弾、はい、今日はですね、まあ、第3弾って言っちゃうとね、うん、勝手にスケジュール動かすからね、あスタッフは3弾じゃない可能性があるんですね。あるかあるある、はい、なんか
いろんな情勢を見て、はい、今日このチーム出した方がいいんでって言って、はい、だからあの前回のサバイバルポジションも阪神あの日に出すのじゃなかったのよ、はい、出すのじゃなかったんだけど、うん、なんかその阪神のなんかニュースがいっぱい出てるから、はい、だから今日阪神出した方が回ると思うんで、うん、はい、あの阪神出そうって言って先生が言ってきたらしいと、はい、で俺まで来てあいいよって言って出したら、うん、はい、あ大変でしたちょっと炎上を狙ってたんですか？いやもうね、あの日が一番やと思ってすぐレアドラゴン言うて、はい、やった結果、うん、こっちに来たっす今日一番いいっつって、はい、今日あるっつって今日出した方がいいっつって出したら自分に大影響一番影響ってましたでも逆に当たったわけですよね。あの時出したからたくさんの人見られたわけですよね。たくさんの人に見られたけどたくさんの人にからの矢がめっちゃ飛んできたっていう。あれ一つ言っていいですか、うん、前にミエセスなんですよ、うん、ミエセスがフライ落球してなかったらあんなことやってないんですよ、うん、あ紅白戦かなんかでライト入ってフライを落球したんですよ、うん、そのフライを、うんうん、それでファンの方が怒ってたんですよ。はい、でその日に上げた動画がミエセスが兄弟とか言ってたあの動画面白かったじゃないですか、はい、私ミエセス見とるみたいな、うん、そういうフラグも立ってもう一回動画にみんな来たんですよ、うん、それで来ました。だそういうニュースに対しても岡田監督のコメントってこういつも独特でいいですよね、うんうん、なんか見ちゃいますよね。お前も独特のコメントすればいいよ。あれとかですか？だからあれはあれがあるからだからあのこれとかにすればいいじゃんそれとかね。それな、うん、それやろやっぱり。それな。それはやっぱ欲しいやろ。ちってそれ目指せないやつおらへんやろ。ちって。いやね、失敗しますね。いやでもまあ面白かったですからね。はい。まあ面白かったかどうか分かんないけどね。俺らは面白かったと思うけど。はい、あっちな。圧倒的ハッある再生数もいいんですよ。それは俺らのおかげで。いやすごい。そう炎上のおかげですか？いやそれはないですけど、うん、やっぱ阪神って人気ないなーって思わせてもらいましたよね。じゃあやっぱ今日のチームもさ。ガンガンちょっと毒舌で。それは言えないです。んやっぱり分からないです、ね、分かる。ビビってんのその球団一番分かんないです。謎が多いです。え一番分かるやろ。分からないですね。それなんか通通なんじゃないですか。通通やろやっぱり。全然知らないです。何の話ですか。ん今日中日だけど今日全然知らないです。そうなの。はい広島とかヤクルトは知ってるんですけど。アンチな中日。アンチですか。アンチな。アンチです。中日アンチ。アンチなの。アンチなの。僕あれですか。プロ野球アンチになろうと思って師匠がいるんですよ。プロ野球アンチ。もう視聴者が何言っとんねんと思ったんですよもうなんかやっぱ素人ってなおもろいと思ってんだろうけどおもんないねん話がどこのゴールに向かってるかはもう、はい、迷走したよな。その動画は今日流れてるんですよ。今日間違えました。知らなかったです、うん、今日流れます。その概要欄貼ってます。そうはい今もう着地迷走してたと今コメント迷宮入りしてたよ。カットしてるんで。まあそれがね収録の強みですよね。まあそうだね。まあそれはもうあの編集の人が面白いと思うかどうかだね。思わなかったらバサッって感じですよね。でも最近気づかった青空くんがもう僕に見せてきてこれ動画流していいかなって言ってるんです。いいやろっつって。カットしろ。いいやろっつってな。まあね。尺調整だ。はい、もうちょっと4分も経ってますよ。そう先生に挙げてね、はいまあ、中日のね、はい、崖っぷち選手は、はいこちらです、うん福谷です。わあ、まあ、福谷もね、はいまあ、この前の俺は日刊スポーツの評論でも言ったけども、うんはいまあ、その、まあ、若干やっぱピリッとしないよね、うん、でしかもあの32歳、はい、今ね、うん、早生まれだけども、はい、中日も先発ローテが安定してるから去年は5試合投げて、うん1勝3敗防御率 9.00、はい、だからちょっと危ないね。だって先発がさ小笠原でしょ、うん、柳、はい、高橋宏斗、うん、大野ひょっとしたら中地入ってくるかもしれないし、うん、松葉とかね、はい、であとは鈴木宏も先発転向だよね、うん、で上田ねとかあるから、まあ、6枚目をね、うん、争ってんだよ、はい、立浪さんも言ってたけども、うんでもそんなもんね余裕ぶっこいて開幕に向けて調整してる場合じゃないから、うん、そういった意味ではもうここまだ若いのが入ってきたらよ。そうです、ね、もうなくなるからね完全に、うん、閉店ガラガラになるからポジションが、うん、枠にもいますからね。あそうだ枠にも入ったし、うん、そういった意味ではちょっと危ないね。そうですね正直頑張んないと。そっか福谷としてドラ1だったんだ慶応からね、はいうん、で続いてはね、はい、あの橋本橋本投手大正大から入って、はいうん、で、昨年、まあ、1年目14試合次28試合で昨年4試合、うん、防御率 9.72、はい、ちょっとこれは
期待値がどんどんベンチからの信頼度が下がっていく成績だからね、うん、でも俺大正大の時見たの、はい、その時パナソニックの臨時コーチだったから、はい、大西より良かったのよ、へえ、橋本の方が、はい、だからいやこれはで左もいないし、うん、中日橋本いいところで取ったんちゃうかと思ったら、うん、大西の方が良かったっていうね、うん、プロ入ったら、はい、でもまだ4年目ですよ、どんどん下がっていくと、はい、諦められちゃうから、あ、その期待する人たちが変わってくるからチャンスが少なくなってくるんだよ、はい、そっか、まあどっかで1回はこう大活躍したっていう年とかがないとどん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 もう存在忘れられていっちゃいますよね、そう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 、で昨年は2軍でね、うん、先発調整を始めっていうところでね、もうリリーフダメから先発にっていうね、はい、ところもなってるわけじゃん、うん、だからそこがね先発でもハマればね、うん、だから6枚目をね争う感じだけど、まあ、リリーフになっても先発になってもそこで自分の存在をね出していかないと、うん、はい、どっちも先発でもね松葉とかもいるからね、うん、左はね小笠原もいるしね、はい、だから今勝負だね本当に、確かにそうですね、うん、大卒4年目、うんうん、で、続いてがね、はい、キャッチャーの加藤、あれ戻ってきた加藤選手ですか、そうそうそう、はい、崖だね、戻ってきたけれど呼び戻されたけれど、でも呼び戻されるってことは必要だから呼び戻されるわけじゃん、はい、チャンスじゃんね、チャンスですね、だから加藤って何気にめっちゃチャンス多いのよ、うん、はい、今まで、うん、中日にいた時も、はい、谷繁さんが引退してから、うん、キャッチャー誰もハマらなくての時もチャンスあったし、はい、でロッテ行った時も、うん、井口さん青学で一緒の監督で、はい、コーチも青学いっぱいいて、うん、で起用されて、うん、でチャンスもいっぱいあったし、はい、でもまだ掴めないのよ、うん、そうですね、そうなんでかっていうと打たないからね、はい、これ打ちさえすればね本当レギュラーいけるのよ、うん、でも打たないからなかなか掴めないわけ、今年31歳だからね、うん、通算打率1割7分8厘だからね、本当だ、だからここが打てさえすればチャンスあるのよ、うーん、だからこれがもし打てなくて継続になっちゃうと、はい、それもまた諦められちゃうよね、うんうんうん、だからもう31歳でしょ今年ね、はい、まあ、ラストチャンスだね、そうですね、呼び戻されたからにはここで活躍したいところですね、そう、いるってことですからね、チームとしては、うん、そうだともう木下の一人旅になるからね、はい、そういったところではでもまあチャンスはあるからね、うんうん、で続いて、はい、高橋周平です、高橋周平選手も崖ですか、崖だね、だってサードカリステ選手、うん、外国人ね、うん、っていうところもいるし、はい、まあ、石川が今怪我からの復帰なんだよね、うんうん、で二遊間が新人使おうとしてるじゃん、はい、村松とか、うん、田中とかね、とか、うん、ってなってきたらよ旬にいないじゃんね、うん、高橋周平がどうなんだろうっていう、高橋周平選手と石川昂弥選手をなんか競わせるみたいなことを言ってましたね、うん、そうそうそう、あと外国人をどうするかなんだ、ね、だからその、うん、秋のビシエド、アルモンテ、カリステ、うん、でピッチャーはロドリゲスとマルティネスを使うじゃんね、うんうんうん、野手は3人使えるんだけど、はい、まあ、誰をどう使うかで、だからアキーノ、カリステでアルモンテとかビシエドをファーストで使ったら、うん、もうないじゃん枠が、そうですね、空いてないですね、で二遊間に新人とか使っていったら、あと土田もいるしね、はい、そうだ、うん、去年ね、うん、で改名してリュークね、うん、あ、土田じゃなかったんですか、リュークになったんですか、そう、名前になったの、登録名がね、だからそうなってくると、はい、ポジションなくなっちゃうじゃん、うん、だから圧倒的な数字見せて存在価値出していかないと、はい、使われなくなっちゃうよね、そうですね、まあ、昨年も打率2割4分9厘と、うん、だから2020年のね、3割5厘打った時の、うん、までとはいかないけども2019年の2割9分3厘ぐらいのね、うんうん、感じで存在意義出したいよね、はい、だから崖っぷちだね、まあ、そうですね、うん、ちょっとここ踏ん張りどころというか、ね、サードとかすぐ外国人取ってくるからね、難しいとこですよね、うん、そういう新外国人選手が入ってくるからと、だからここで今年まだパッとしなかったら、うん、もう本当にね、一気に若手にシフトチェンジされちゃうから、はい、勝負だね、どんどん存在が薄れていっちゃう可能性があるので、うんうんうん、今年が勝負ですね、うん、はい、っていうところかな、うん、どうあんの、え、特にないです、素晴らしい素晴らしいと思います、素晴らしいの、頑張ってほしいなと思います、あ、そうだ、はい、じゃあ、袴田スコープ、あ、私のミニ枠、うん、はい、私が個人的に頑張ってほしいなとか、うんうん、今年来るんじゃないかなと思う選手、今年、うん、
ブライト選手出てくるんじゃないかなと思います。今度もう今練習試合でも2軍だけでホームラン打ってるし、ねえ、うん、あのやっぱり今年2年目じゃないですか、うんうん、でドラフト1位で去年入ってきて鵜飼選手が2位で、うん、まあ、2人で、まあ、どっちが出てくるかも、うん、外野大卒で取ったんで、うんうんうん、でも鵜飼選手がまあちょっと先だったじゃないですか、うんうんうん、でも今年やっぱりちょっとその何根性で、うん、今年は俺が行くぞっていうなんか意気込みを感じますよね。ちょっと中村のりさん主導でオープンスタンスにして、はい、ちょっとバットの使い方とかものりさんみたいに手でこうやってやってんだよね。あ、見ました？見た。見ました。あの読谷行ったから。あ、見ました、見ました。うん、よかったですか？よかったとか、あ、のりさんの指導法、まあ、形とかのりさんじゃないよ、はい、でもオープンスタンスにしてこの手でこうなんか落合さんみたいに、はい、こうバットのボールの下に入れていくみたいな、はい、で逆スピンかけてみたいな感じに見えんねん、はい、打ち方がね、うんうん、でも当たったのえげつなかったからね。だからそれに今取り組んでていい方向に向いてっちゃうかっていうね、はい、だから外野手争いっていうところに、しかも立浪さんももう一軍で使いますみたいな名言ってニュースになったので、うん、これは出てくるんじゃないかと、うん、来る来る来る。でも大島岡林秋入れだからね。あ、ちょっと外国人そっかいるのか。だからまあそこでね、圧倒的な数字の残したら、うん、あのブライト使うかもしれないしね。でもまあ去年の時点でも鵜飼選手が途中出てきたりとか、うんうん、まあ、いろいろそういうチャンスがあると思うので、うんうんうん、今年は出てくるんじゃない。去年1試合も出てないので、うん、まあでもいい形で今ね、うん、キャンプ送ってるからね、アピールできてると思うので、うん、いいね、今年はね、まあ、楽しみではあるね。はい、めっちゃ楽しみ。ドラフト1位だからね。そうです、やっぱ1位は活躍してほしいですよ、うん、頑張ってくれないとね。はいはい、はい、ブライトに向かって何かあります？何か俳句とか何か今日はあります？今日はないですか？あ、ちょっと一言だけ。あ、いいです。あの、はい、応援コメントだけでいいですか？あ、はい、はい、ブライト選手、ブライトな活躍を頼みます。西武ライオンズはいの崖っぷち選手というところで、はい、どうですか鈴木選手は崖っぷちですか？まだ大丈夫です。まだ大丈夫ですか？あの、私の応援枠先に言うのやめていただけませんか？いや、まだまだ大丈夫ですか？佐藤さんの崖っぷちには入ってないですか、うん、大丈夫ですか今回ですか？はい、入ってはないですね。お、よかった。いや、でも、はい、そろそろ、うん、本当に結果を出さないと危なく、来年ぐらいに佐藤さんに入れられそうなんで、本当に今年頑張ってほしいなってめちゃくちゃ思ってます。もう勝負入ってる？ん？勝負のもう崖にいる？大丈夫？いや、崖にいる方がいいんだよ。本当ですか？この動画の一番最初の時にも言ったけど、はい、阪神の時に、はい、名前上がってるやつはまだ幸せなんだよ。そうです。え？なんで？そっちにも入らない方ってことですか？いや、わかんない。それはわかんない。俺は何とも言えない。いやいや、まだ まだ全然大丈夫です。そうなの、はい、俺はもうイエスともノーとも言えないけど、はい、あの名前出てる方が逆にいいよっていう、はい、まだ大丈夫。大丈夫。でもちょっと蛭間選手とか入ってきてるので、そういうところで本当にもうちょっぱなからガンガン打っていかないと危ないなと思います、うんうん、だからめっちゃ頑張ってほしいです、はい、ちなみに、はい、崖っぷち選手はですね、はい、じゃあ野手からいくと、はい、金子選手ですね。おー、またここも外野の金子裕二、はい、今年33歳、はい、私同い年なんで、はい、まあ、なんで崖っぷちかというと、うん、去年ね、本当に良かったのよ、うん、終盤ね、まあ、44試合に出場だけども、はい、2割7分7厘で、うん、ホームランもね、まあ、1本打ってるっていうところと、うん、あの出塁率が3割2分3厘、うん、だからこの成績が1年間通してできたら、はい、西武にとったらめちゃくちゃ大きな 1,2、うん、番構成できる選手になってくるから、はい、金子選手はね、毎年期待されながらも、うん、まあ、盗塁王とかね、そのタイトルは取るけども、打撃の方で2021年1割9分4厘、うん、20年2割4分9厘、はい、19年2割5分1厘っていうね、ところで、まあ、そのね、その時で41盗塁っていうのはあるけども、うん、最近その盗塁数も減ってきてるっていうところで、まあ、もう最後の大勝負だね、うん、ここでバチコーンってはまったらもうあと 3,4 年は楽勝で金子っていうところでね、うん、はい、いけるけども、今やっぱりね、外野この中ぶらりの中で、うん、昨年いい形で結果残して、うん、どこまでいけるかっていうところは非常に勝負どころだと、はい、取る16年19年取ってるからね。そうですね、うん、でも金子がはまれば大きいけどね、はい、うん、でもう一人が、はい、若林です。わー、でもそう、怪我がありましたからね。そう、3年目ね、まあ、1年目にね2割7分8厘で、はい、あの44試合で盗塁がなんとあの20個っていうね、う
うん、2試合に1個約盗塁してきて、はい、このままいったら何盗塁するんやぐらいのね、うん、活躍見せたけども、はい、まあ、怪我の影響もあってなんかあんま踏ん張り効かなかったらしくて、去年はね、はい、2割7に落ちて、で今年はあの肉体改造して筋力アップして、うん、そういったところの体のバランスっていうところを、はい、まあもう一回ね、うん、作り上げて勝負していくっていうところでは、うん、まあ、外野はね、さっきも言ったようにチャンスあるからね、はい、でもここで頑張っていかないと、うん、いや怪我しなきゃよかったのにねって言われていくから、うん、そういった意味では今年勝負の一年じゃない？いや、そうです。だってあの怪我なかったらもう確実に盗塁王は 100% だねっ ていうところありますからね、うん、それはもう今やもう筆頭のね、外野戦闘埋まったねみたいなね、うん、ところになってる中でね、はい、でもこれはもうチャンスだから ね、まあ、今年勝負っていうところでも、うん、あの位置づけとしてはね、うん、あるね。外野はもう誰がいち早く掴むかってところですもんね。そう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 、誰もいないからね、うん、愛しますからね、うん、で続いてが、はい、ウーネンティンです。あ、ウーネンティン選手去年結構いい活躍して、おととしかね、おととしか、あの山川智咲が怪我していなくなって、そうだ、でそこで存在感ね、はい、発揮して、そうそう、あの頑張ったけども、うん、ホームラン10本2桁打ってね、うん、去年、まあ、打率がちょっとね常に低いんだけども、あ、まあ、去年ホームラン5本になって、うん、っていうところではね、まあサードでね、うん、まあ、おかり君がずっと出れないっていうところでサードっていうところも行くかもしれないけど、うん、まあ、外国人も入ってきたしね、はい、そこら辺でどうなるかっていうところはあるけども、ちょっと勝負だね。こう山川選手とかがそういう大砲系の方がいないときに、うん、こうチームを守るって意味ではすごくねいい活躍しましたけどね、いるってなったらなかなか枠がなくなっちゃいますよね、うん、ここでね、うん、もう一踏ん張りできるかどうかがね、うん、まあ、でもその2番手っていうところで考えたら、うん、あの層が厚くなるから、はい、いい選手だと思うけども、うん、レギュラーでシュスタメンでシュって考えたときにちょっと今年は勝負になると思うね、はい、だからその1軍から外れることは多分ないと思うけども、うん、そのレギュラーでスターティングラインナップに直すらねで頑張れるかっていうところでは今年ちょっと勝負になってくるんちゃうかなっていうね、うん、はい、ところはあると思うんですね、はい、次ピッチャー、はい、うん、長屋です。ほー、まあそのね人的保障でね、はい、あの西武に来て、そうですね、うん、でまあ平が前に行って、うん、まあでもそこにはね本田とか水上とかね、はい、あのまあ佐々木で、まあ、松田、うん、森脇っていうところのねリリーフが厚いけども、うん、あとあの某高橋ね、はい、でもその前の枠でいけるとチャンスあると思うんだよね、うんうん、その前の5、6回とかのね、はい、でまあ球に力あるから、まあ、ストライク先行で勝負できたらいいピッチングするんだけど、うん、制球が定まるかどうかだけだけども、うん、まあ、ここでねやっぱりってなっちゃうと本当にチャンスなくなっていくから、うん、あのその最初のね出だしっていうところが勝負どころだね、うん、でブーメンティと一緒の台湾だからね、はい、ここら辺のコミュニケーションね、確かに環境も変わったらね、うん、まあ、あの取りやすいと思うから、まあ、そこら辺でね、はい、ちょっとで、ね、いける可能性はあるけども、うん、この移籍1年目は勝負だね。そうですね、うん、まだ求められてるってことですからね。そうそうそう、うまくはまればね、うん、非常にいい場所も作れて、うん、一気にねブレイクっていうところも考えられるかなっていうね。で続いてはね、はい、隅田投手です。え、崖っぷちに入れます？入れます。2年目ですよまだ。いや入るでしょ、十分資格は。2年目ですよ、資格は十分あります。崖っぷちに入れる資格はある？ある。2年目で別に崖っぷちにいるだけで、はい、別にタワマンになる可能性もあるからね。あ、まあ、そうか、崖っぷちにいるだけだ。あ、そうか、まあ、崖っぷちの意味はもう今年頑張んないとクビだよって意味ではないですよね。ないの、そうそう、今年頑張らなきゃ勝負だよっていう意味だから。今年が勝負の年だよってことですね。だからまあ昨年ね16試合登板して1勝10敗ね、うん、はい、まあその前半ね援護点あれば勝ってたのにっていうところはあるけども、うん、まあ、こうやって1年間ね、うん、あのこう先発として経験できたわけじゃんね、はい、万が一今年も同じような成績だと諦められちゃうのよ、もしくはまた左取ってこられるのよ、あ、こんなもんなのみたいな、うんうん、だからいや昨年経験させてよかったみたいなね、うん、って思われるように本人頑張って結果出さないとまた他から取られちゃうから、はい、そういった意味ではやっぱ勝負になると思う。期待されてるうちに頑張らないと、はい、期待選手はどんどん出てくるからね、うん、新たに取ってくるしね、はい、そういった意味では勝負の年になると思う。でも去年でだいぶメンタル鍛えられたんじゃないですか。まあそこそこいいピッチングしても点取れなくて負けちゃうっていうのがまあ最初の序盤続いてて、うんうん、負け続けてもなんか立ち向かい続けるってなんかメンタルやたら鍛えられてるんじゃないかなって私は思ってます。でもメンタルじゃ勝てないからね。気持ちも大事じゃないですか。いやいや大事じゃないですか。ポジティブでもネガティブでも心配性でも大雑把でも、はい、なんでもいいのよ。勝ったら、はい、結果出したら後付けで、はい、
称賛されるだけ。そうですね。結果出してほしいですね。そうそうそう。でも、うん、あのポテンシャルあるからね。うん、そうです。頑張ってほしいよね。はい。そういった意味では今年ね、やっぱ同じような成績になると本当諦められちゃうからね。はい。やっぱ勝負の年としてやっぱ頑張っていかなきゃいけないなっていうね。はい、でもう一人がね。はい。浜谷選手です。浜谷投手。うん。で浜谷投手がね、はい、あの2019年のドラフト2位なわけ、うん、あの三菱ひたちパワーシステムからね、はい、入って、うん、あ2020年が8試合先発して3勝3敗、はい、で昨年登板なし、はい、で21年がね1勝6敗、うん、で隅田とか佐藤取られてるわけでしょ。そうですね。こうなってくるわけ、うん、これちょっとそうですね。だから隅田もね、はい、こうなってくるわけ。そっか。続けて期待されて出して続けて結果出さないと取ってこられるわけよ、はい、去年はこれ1試合も投げてないっていうのは怪我とかではなく普通に出てないんですかね、うん、昨年は2軍で14試合に登板するも防御率5点台。そうか、まあ、2軍で投げてるわけですね。そう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 。そっか。だから確かにもう頑張んないと隅田、佐藤もいるしね、はい、うん、そうなったら左ね、はい、どんどん出てくるわけじゃん。で円数ね、左ピッチャーいるし、はい、うん、そしたらもうチャンスなくなるから、ね、はい、で今年4年目だから、まあ、高卒社会人だから、はい、3年目でプロ入ってこれてるから、はい、若い 1年大学行くよりも1年若く入ってこれてるから、うん、そこのアドバンテージをこのね3年間で、うん、そこでやったことを今年出せるかどうかで勝負だよね、はい、うん、というそうだね、まあ、こういった選手だね。6人出しましたね、うん、じゃあ袴田さんの袴田スコープ、はい、まあ、鈴木翔平以外で。いやしかも私隅田投手も入れてたんですよ。まあまあでもそれは頑張り枠としていいんじゃない、はい、それ全然ね、はい、うん、じゃあもう一人、うん、私渡辺雄太郎投手。おお、笠間恭平、はい、5年目になるんですけど、うん、ま、これねいつだったか私もう一昨年ぐらいから、うん、もうファンの皆さんもとものすごい期待値が高いピッチャーで、うんうん、今年は来る今年は来るって言われつつも、あ浦和学院だった。浦和学院ですか。うん、だから去年3試合しか投げてないんですよね。一昨年だから掴みかけてるんですよ、うん、で去年、うん、渡辺投手も絶対私は来るだろうと思いつつも3試合だったんで、うんうん、今年こそ出てきてほしいなっていうなんかそういう期待値です。今年何勝しますか。先発ローテーション入れそうですか。まあだって先発ローテーションは今井、はい、高橋光成、与座、はい、平、うん、平投手もそう来ましたもんね。で、エンス、うん、それこそ松本、あーそうだ、今井、うわ、いるな結構結構いるな平井みたいなうわこれで10勝とかちょっと言いにくいなでも、それは応援だからいいのよ。いや、そう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 、別にね、うん、うん、その応援枠だから。そう、あ、そう、裏学で甲子園出てるんですよね、うんうん、でまた22歳で、うん、ポテンシャルすごいあって191センチというね、うんうんうん、私はまた今年頑張ってほしいなっていう、まあ個人的な応援です、うん、まあでも出てきてほしいよね。うん、本当そう、もう、ね、地元だしね、はい、期待してるファンの方も多分結構いると思いますよ、うん、あ、ティノコもいる。ティノコねティノコリリーフだけどね、多分リリーフだよね、はい、ティノコね、ティノコね、うん、言いたくなっちゃいますよね、うん、そう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 、はい、うん、はい、だね、私の応援枠です。うん、はい、まあそこら辺でもね、うん、そんなにずっと期待されてるからね、はい、5年目だからもうそろそろ出てきてほしいよね。いや、そうなんですよ、うん、もうちょっと勝ってほしいなっていうところがあります、ね、まあ、でも今年は台風の目だと思ってるからね、これセーバー、はい、言ってましたね。まあでも、最終的な順位予想何位になるか分かんないけども、はい、皆さん、ね、どうですか西武、はい、今回は DeNA ベイスターズです、はいはい、DeNA ね、はい、今年は昨年のギリギリ優勝できなかったのをなんとか優勝、98年以来の、はい、多分来てると思うんだよ、はい、でも B クラス予想だからね、俺は。あ、そうでしたね。そう、え、なんでですか、なんでだっけ。ん、で広島がっていう、あ、台風の目になって、でも分かんないよ、うん、このまだキャンプオープン戦見ながらひょっとしたら、あれ DeNA 強いな、うん、って思う可能性あるから、ね、はい、まあ最後にならないと分かんないですよね。そう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 、でもまあ崖っぷち選手でいうとね、はい、坂本だね、ピッチャー先発の、うん、そっか、今年26歳、はい、去年ね、うん、俺はいいと思ったのよ、うん、キャンプ見て、はい、おお、いいんちゃうかと思ったら去年15試合登板、はい、9先発、うん、0勝5敗、あ、1勝もできなかったんでしたっけ。そう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 、で今年もちょっと打ち込まれてんだよね、はい、だからちょっと頑張んないと、うん、ちょっとピンチちゃうかっていうね。そうですね、この期待されてるうちにね、これ何回も言うけど、このね、うん、
崖っぷち選手では、はい、期待されてるうちに頑張んないと、うんうん、期待されなくなってくるからね、はい、でなんかそのキャンプ見てていろんな関係者のお話聞くとね、うん、このね95番の石川達也、今年25歳、うん、育成ドラフト1位で横浜法政大学から DeNA に入ってきたんだけども、はい、なんかちょっと期待値が高いらしいね。へえ。この石川選手が。佐藤さんは直接は見てないんですか？あ、見たよ。見ました、うん、あの練習試合で、はい、あ、そうなんやと思って、うん、今年かなり期待してるって言ってたから、はい、こういった選手が出てくるわけじゃん、うん、はい、見た感じどうだったんですか？見た感じ？まだ俺にはその1試合でよく分からなかったけどだからでもそうやって言われたらちょっと注目して見出すからね、はい、うんうんうん、あれなんだけども、へ、でしかもよ、はい、東はね、うん、怪我からの復帰で、うん、あ、去年やってよね、今年って来るわけじゃんね、はい、でそしたら先発ローテでいくとね、うん、今永、はい、ね、浜口、うん、で、上茶谷、うん、ガゼルマン、はい、で東とかね、うん、京山とか、はい、そういったところがね、うん、先発ローテーション入ってくるわけだけどもね、はい、あと石田か、うん、ね、まあまあ6番手争う感じじゃんね。そうですね、うん、そうなると結構人はいますからね。でそういったね、うん、もっと若いやつからの左ピッチャーとか、はい、同じね期待値が膨らんでいくと、うん、チャンスがなくなってくるからね、はい、だから今年ちょっと一発バシッと、うん、そこそこの結果を残さないと、うんうん、ちょっと危うくなってくる ね、 そうですね、自分のポジションがね、うん、やっぱ一昨年こうちょっとギュッて出てきて、やっぱ去年ってすごい期待されてましたからね。まあそう、期待されてチャンスあるうちにね、うん、出さないと本当にプロ野球界すぐチャンスなくなっていくからね、はい、で続いてがね、はい、平わ健太郎選手、怪我で、ね、そうそうそう、怪我で、そうそう、右肘手術して、そうだそうだ、で育成になって、うん、でまた去年試合かってなって帰ってきて、はい、でこの前投げてたの、はい、復帰登板で、うんうん、だからまあ、まず正直出力は弱いのよ、うん、球の力とか変化球のキレっていうのは弱いけども、うん、まあ、でもこれを投げ出す第一歩として考えたら、ここでうまくこうね、はい、復帰からいい感じでいけたら、うん、まあ、右のサイドなんてそんなにいないしね、うん、で怪我する前はね、うん、結構いい立ち位置にいたから、そうですね、だからここでね今年グッて出てくる平とかが本当入ってきたら、うん、まあ、開幕からっていうのは難しいかも分かんないけども、交流戦明けぐらいからパッと出てきてハマったら、それは DeNA 上に行く可能性十分あるから。おととしかその前から一時期ものすごいいいところにいましたよね。そう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 、だから俺なんてクロスピで平の A とかまだ持ってるからね、わおひょっとしたらまだ来るんちゃうかっていうね、はい、ところでは、だからそういったところでね、してほしいな、まあ、崖っぷちっていうか、まあ、今年10年目だからね、うん、まあ、今年ね、この復帰、まあ、焦らないでほしいけどね、ち、うんうん、っと頑張っていってほしいなっていうエールも込めて、はい、この優勝するために平が夏場ぐらいからハマると面白いなっていうところではね、うん、まあ、今年は勝負かなっていうね。そうですね、でも本当、うん、怪我からね戻れないっていう方も中にはもちろんいるわけだったので、ここでね、うん、復活のためにいい活躍してほしいですね、うん、であとはね野手、はい、強打だね、わー、移籍してきて、まあ、移籍してきて1年目、うん、でまあ、ショートは毛利とかね、うん、まあ、大和とかいる中で、はい、まあ、ハマらなきゃいけないわけじゃんね、はい、今とか、まだ俺は見た時宮崎とかがまだ、試合に出てないから、うん、で牧とか侍行ってるし、うん、サードとかでも出てたけど、だからここは強打がね、はい、だから強打で、うん、柴田、うん、田中俊太、これもう3人は崖っぷちだね。でももうポジション的に、うんうん、だってもうファースト外、はい、セカンド牧だったら、うん、ショートしかないわけよ。そうですね、でまあ森使いたいさ、うん、でベテランの安定した山と、はい、ってなったらもうポジションなくなるからね。ないですね、だもうね、じゃあ牧の守備固めに行くかとかなってくるし、うん、誰か怪我したらってなってきた時に、うん、何気に、まあ、強打も移籍してきたからチャンスはあると思うけど、はい、うん、あとは宮崎の守備固めでサードとかね、はい、だからそういう便利屋的なポジションになる可能性あるから、2番手サバイバルみたいな、もう、そうそうそう、下手したらもう1軍サバイバルみたいな、うもう1軍に入れるかどうかになってくるから、うん、まあ、でもまだショートもカチッとはまってるわけじゃないけど、やっぱ森山とのアドバンテージは高いと思うのよ、はい、だってほぼほぼもう空いてないからね、うん、DeNA なんて、うんうん、ポジションがね、はい、ショートぐらいだからね、でもそれでも山とと森がいるから、うん、ほぼほぼどこも空いてないからね、うん、まあ、オースティンのね、はい、復帰がどうなるのかっていうところはあるけども、うん、そう思うとそうですね、うん、かなり、ね、結構本当に今後が危うい崖っぷち選手ってことになりますよね。そうそうそう、本当野球人生、うん、もう大勝負の年になる、はい、この3人、はい、うん、まあ、今まではもっとチャンスあったけどね、
チャンスあったけども牧を取ってきてハマっちゃって、どん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 ハマってくるから、うん、そのチャンスあるうちにポジション確保しないと、どんどん取られてね、居場所全くなくなってくるからね。掴む人は一瞬で掴むわけですもんね、牧選手みたいに。やっぱドーンって活躍したら、うん、あとはなんか上里はどうですかって言われたんだけど、はい、もうずっと崖だから。あれ去年も言ってました。そう、はい、でももう外野も厳しいぞ、ね、最近だと海老名とかね、はい、ああそうですね。あと楠本とかもそうだし、楠本選手も結構いいところで打ったりってありますからね、そこら辺にチャンスがね、いってるからね、はい、上里も、まあ、まだ崖にいるけどね、はい、なかなか厳しいよな。だって佐野、藁、大杉だから、はい、でそこがちょっと強すぎますからね。梶原とかもいるしね、うん、なかなかね枠がないですね、うん、っていうところはあるよね。でもまあ上里もそうだけど、もうポジションないから本当に頑張っていかないと、本当に野球人生の勝負だからね、はい、あと太田もいるからね、外野はね、うん、太田がまたいい働きするからね、うん、まあまあでもね、そっか勝負ですね、うん、結構ね、そうそういいって言われながら結果出していかないとね、うん、なんか DNA が固まりつつあるからね、はい、メンバーはね、うんうん、でも何気にまあ層を集めするには神里が2番手に控えて何かあったら行ってってなると、うん、まあ使い勝手はいいけどね、うん、正直ね、はい、だから1軍から居場所がなくなるってことはよっぽどのことがない限り、うん、よっぽど打たないとか、うん、これはちょっと2軍で調整必要なっていうのになったら行く可能性はあるけども、うん、そこら辺が安定して控えてたら、うん、チームとしては強いけどね、はい、でも本人としたら2番手に甘んじるとね、うん、さっきも言ったこう強打柴田、田中なんかもね、うん、2番手に甘んじるとつまんないじゃんね、はい、だからそこら辺ではまあ本当にもう人生最後の大勝負になる可能性はあるね、はい、そのぐらいの覚悟でやっていかないといけないわけですね、うん、はい、じゃあ袴さんの応援枠、はい、応援枠、うん、私も超個人的応援枠、静岡の選手じゃないでしょうね、あの選手じゃないでしょうね、2人一応、あそうだ、2人いるんですけど、もう1人はもう私の後輩ですよね、うん、はい、池谷投手、うん、あもうすぐ言うと思ったいや、まあ、今のところ、うん、あの高校社会人で、うんうん、今年3年目になると思うんですけど、うんうん、まだなかなかこう試合にはちょっと出してもらってるんですけど、うんうん、なかなかちょっともうこうピリッとはしてない感じなので、うん、今年こそリリーフでちゃんとこうポジションを掴んでほしいなっていう、もうリリーフ熱いよ。いやそうなんですよね、リリーフやっぱ熱いですか。三島もね、怪我から復帰して今いいピッチングしてるっていう情報も入ってくるし、はい、伊勢でしょ、はい、で三島でしょ、はい、で山崎康明でしょ、うん、入江でしょ、はい、で、まあ、平田とか、うん、でエスコバ、田中健一郎、橋本っていうのもいらっしゃいますね、いますね、で森原ね、はい、えリリーフ左どのぐらいいます、結構あれですか、左はエスコバ、田中、はい、この2人でもかなり強靭だよ。そうですね池谷投手もこの左っていうところでちょっと食い込んでいきたいなっていうところはあるんですけど、うん、橋本これね、あの慶応ね、はい、うん、あールーキーのですか、うん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 、いやちょっとでも何試合何試合2年連続6試合しか投げてないんですよ、うんうん、だせめて25試合ぐらい出られるように、うん、ね、うん、頑張ってほしいね、なってほしいなっていう、うんうん、あともう一人、うん、これあの将来的にめっちゃ期待してる人なんですけど、うんうん、小深田選手、うん、小深田博人じゃないです、小深田大地の子で、親戚親戚じゃないらしいんですよこれは、うん、そうなん、そのドラフトで入った時に、うん、いやこれ小深田博人選手の方の親戚かなって誰もが思ったんですけど、うんうん、全然関係ないみたいで、履正社だからね、そうですね、小深田大地選手、うん、あの吉田正尚選手に弟子入りして、うん、自主トレとかやってたらしいんですけど、うん、やっぱ結構パンチ力もあるし、本当に将来性がある選手だなと思っていて、うん、な今年はさすがにポジション空いてないと思うので、うん、いつ来る？どうかなと思うんですけど、サードとかファーストなので、うん、いつ来る？将来的にはもう横浜の主軸です。何年に来るの？待って今でしょうじゃないんでしょ、サードファーストでしょ、いつ来るの、今でしょうじゃないんでしょ、いつ来るの、2年後でしょいやいや頑張って遅い、いやいや十分でもだって今年20歳だからね、そうまだ20歳なのでこの3月でね、だ今年一軍デビューをし、おーいいねいいね、ちょっと存在感を出しつつの、うんうんうん、来年再来年あたりでブレイクするって私は踏んでます、うん、いいねいいね、はい、だ今年ちょっと注目したいですね、うん、まだ一軍デビューしてなかったですよね、うん、してないですよね、じゃあ見とこうね、なんか評判とかもいいんですよね、そうだ
でなんか昨年2軍でね、2割7分、うん、2割7分5厘で、はい、なんか評判もいいらしいんで、じゃ注目しましょう、頑張って、はい、2年後でしょう、2年後、大活躍で、オリックスバファローズです、はい、はい、ね、バッファローズじゃない、バファローズですよっていうね、はい、でも言いがちなんですよね、バッファローズってね、言いたくなっちゃう、うん、バッファローって思っちゃうからね、そう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 バファローズなんですよ、ね、うん、バファローズだからね、うん、はい、これ間違っちゃダメだからね、はい、うん、トレンドに乗っちゃうからね、はい、乗っちゃったんですか、森友哉 FA の時にオリックスバッファローズって言っちゃったらしくて言っちゃって、それそうなんですか、まあ言いたくなっちゃいますからね、うん、バッファローズってね、さあ、うん、今日のオリックス、はい、ね、崖っぷち選手、はい、こちらの選手です、はい、山岡投手です、山岡投手、はい、わあ、山岡投手ってでももうなんかローテーションの一角ってイメージですけど、はい、はい、崖っぷちです、崖っぷちですか、はい、まあでも怪我とかもありましたけどね、そうです、うん、まあね、もうエース格と言われてるでしょうし、はい、うん、う山本山岡ってイメージですから、うん、今年もローテーションを守って投げるでしょうけども、はい、崖っぷちです、へえ、そうですか、はい、まあ、何の崖っぷちかっていうとですね、うん、オリックスが優勝するための崖っぷち選手です、へえ、ね、やっぱり2枚看板っていうイメージあるじゃん、はい、あります、でもね、昨年6勝8敗、うん、はい、2021年3勝4敗、うん、2020年4勝5敗、はい、まあ、怪我もありましたけど、うん、ここまでプロ入りしてから、今年7年目、うん、10勝以上を挙げたことあると1年だけです、うーん、でこの2019年ね、はい、最高勝率のタイトルも、うん、取ってますけども、うん、はい、やっぱり山岡が一桁勝利じゃ、うん、ダメでしょっていう、はい、まあ、2枚看板っていうね、うん、感じでしたからね、しかもオリックスが優勝するためには、うん、まあ、吉田が抜けてね、うん、山本が2人が10勝以上してなかったら、うん、そりゃきついでしょっていう、うん、気合の2人が勝たないとやばいですよっていう、うん、まあ、でも確かに山本山岡っていうなんかこうイメージだったのが、うんうん、今ちょっと山本宮城っていうイメージにはなってきてるんですよね、うんうん、そうそう、だからもう、うん、いない時もあったので今がね、まだ若いけど今年がね、28歳、はい、だからまあまだまだこれからなんだけども、うん、やっぱ今年、うん、タイトル、はい、取るぐらいいかないと、うん、もう、うん、平均的になっちゃいますよっていう、はい、崖っぷち、うん、そういう崖っぷちですか、うん、優勝するためにも頑張んなきゃいけない崖っぷちだし、はい、10勝1回しかしてないのっていう、うん、予想外の成績、うん、はい、っていうところも、うん、まあ、頑張っていかないと、確かにそうですね、うん、柱っていうともっと勝ってるようなイメージはありますからね、そう、ちょっと叱咤激励の、うん、頑張ってほしい山岡、はい、ね、でここでまた山岡上げると、うん、なわけないやろって、うん、オリックスファンの人がね、はい、叫ぶんだけども、うん、そういうのを声を集めて、うん、力に変えて頑張ってほしい、ね、はい、でなんか崖っぷちって聞くとやっぱね、いや今年頑張んないともしかしたらもう戦力外になっちゃうよみたいな意味になんか捉えがちになっちゃいますからね、そんな選手、はい、あげたらかわいそうやろ、はい、本当に本当そんな選手ばっかり言ってたら、はい、ただのもう面白くもなんともないよ、そうですね期待値のある人しか言わないから、うんうん、期待値ない選手誰もあげてないからね、そうですね、うん、でも今今年上げてる選手もほぼほぼ一軍で活躍してるけどポジションが頑張らないと危うくなるよみたいな方ですもんね、そう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 、うん、基本的にはね、うん、続いてが、はい、吉田亮投手です、はい、あ、リリーフの、うんうん、まあ一昨年ね、はい、もうリリーフエースとしてすごい活躍してました、ね、いい活躍しましたけども、はい、ちょっと昨年はね、うん、まあいろんな状況もあり、うん、ちょっとピリッと、はい、しませんでしたけども、うん、もう後ろがちょっとね、うん、ワゲスパック、はい、山崎総一郎、うん、宇田川、平野、うん、比嘉、うん、ね、本田とか、うん、黒木とか、うん、もう簡単じゃないんだよ、いやでもちょっと前まで、うん、中継ぎ、そう、ガワガワやな、うん、って思ってたけど、はい、もう今は12球団屈指のリリーバー陣に、うん、はい、しかもこの剛速球タイプもいれば、うん、比嘉みたいなテクニカルもいるし、うん、このバリエーションめっちゃいいわけ、うん、吉田危ない、そうですね、ここで頑張んないと、確かにおととしのやっぱり優勝って吉田投手の活躍ってすごいあったと思うんですけど、うん、去年やっぱもう後半にガチって固まってから隙間なくなりましたね、そうそうそう、まあ、まだ40試合とか投げてないんだけど、うん、ここでバシッと頑張んないと、うん、ちょっとリリーフ王国作られちゃう、うん、はい、確かに去年やっぱり
他の人がこうガッて来たから、うん、存在感なかったですもんね、うん、ここ本当今、うん、でしかもみんな若いからね、うん、まあ、平野とか比嘉はベテランだけどね、はい、あの頑張んないとちょっと居場所がね、一軍のリリーバーの居場所があのスライダーさえ、ね、うん、中島監督からお前のスライダーを分かってても打てないんやって言ってね、うん、そう言わしめたその武器をね、はい、もう一回磨きをかけてね、うん、こう頑張りどころだね。そうですね、うん、25歳なんでね、まだね、うんうん、で続いて、はい、T 岡田です。わあ、そこ来ましたか。もう踏ん張りどころだね。お、今何歳になったんですか。今 T 岡田は35歳、うん、あ、そっか、なったばっかり、うん、まあ、ちょっと踏ん張りどころでしょ、ここ。そうですね、うんうん、ちょっと今ね、まあ、代打とかもあるし、まあ、うん、ファーストも外野を守れてね、便利いんだけども、うん、まあ、外国人ね、ゴンザレス、うん、ね、シュウィンデル、うん、取ってきてるからね、はい、2人とも内野でね、まあ、吉田が抜けたっていうところもあるから、うん、そこら辺の代打とかでね、うん、光を見出せればめちゃくちゃありがたい存在になるんだけども、はい、そんな代打も簡単じゃないからね、うん、そういったところではこの人生、人生踏ん張り年、わあ、結構だからでも岐路に立ってるわけですね、今。まあでも35歳だからね、うん、それはもうそれぐらいだったら全員どんなポジションの選手でも全員毎年勝負だから、はい、それはあれなんだけど、もう T 岡田の集大成を見せるとしたね、今年は、はい、生き様を。おととしすごいあれでしたよね、なんかこう途中から。おととしはね、 T 岡田のおかげでオリックスが優勝したのよ。そうでしたよね、あのマリンでね、はい、ホームラン打って、うん、なんかそんなイメージありますね。そう、去年が36試合なのか、うん、今年存在感示してほしいですね。いや、ここ示せればね、グ、うん、ッとくるね。だから、うん、中島さん監督になってからね、まだ若干光を輝き出してるからね、はい、まあ、今年は本当にね、プロ野球人生の勝負年って言っても過言じゃないぐらい、はい、このね、戦う姿をね、あの確かめたいね、はい、うん、で続いてが、はい、山足です。おー、29歳、今年30歳。あ、そうなるんだ。立命館、はい、本田鈴鹿、うん、いや2軍ではいい感じで打つんだけどね、うんうん、1軍に来たらなかなかなのよ、うん、で UTT 戦もあってね、はい、いろんなところも守れるしね、うん、便利っていうところはあるけども、うん、2軍の成績を1軍持ってきたいね、はい、なかなかこうスタメンを勝ち取るっていうところまでね、うん、いつもいかないですもんね。でもチャンスはあるのよ、だから地下2軍でも結果残してから1軍多分連れてきてくれるから、はい、その道筋としてはいいんだけど、うん、ここでバチッてやっとかないと2軍で頑張っても上げてくれなくなるから、うん、はい、そういった意味ではもうそろそろね、うん、来たいよね。そうですね、だって毎年 4,50 試合出てるからね、うん、試合はね。そうですね、去年は39試合、うん、ホームランも1本打ったり、だからいいものはあるのよ、うん、あとはそれがねコンスタンスに1軍で出せるかどうかだから、うんうん、もう6、ね、今年6年目でしょ、はい、もうそろそろね、うん、出したいね。はい、そうですね、存在感を見せないところですね、うん、3連覇に向けてね、はい、さあ3連覇がない。袴田さんの袴田スコープあります。あります、袴田スコープ。まず1人目、北選手。北、はい、うん、北選手、北隆。え、北隆、うん、北隆じゃない、北隆さんはどうなったんですか。あ、いや、そう、あ、慶応からドラフト1位でロッテに入って、はい、新人から2試合連続でサヨナラヒットの記録を作って、はい、その後智弁和歌山のコーチに行った北隆。 あ、じゃなかった。あ、すいません、あ、その北隆じゃなかったですか。すいません、あ、今ロッテファンの人喜んでますか。あ、本当ですか。でででででで で来たーって応援がいい、応援がいいのよ、また。あ、そうなんですね。ほんとほんと、へー、あの6大最高打率ね、当時、はい、5割何厘、はい、そうなんですか。えぐくない。すごいですね、5割何分何厘だよ、はい、すごっ。北高橋、北高橋じゃなかった、はい、じゃなかった、すいません、うん、ね、北選手の名前はね、北亮斗選手です。あ、北亮斗、はい、うん、あれだね、吉田正尚と一緒に実証で行ってる。あ、そうそうです、そうです、あのもうネクスタ吉田の、ね、ん、ネクスタ、ネクスタ吉田これなんですか、あ、なんか、なんかの会社ですか、ネクスタあ、あれだネクストとスターを合わせてネクスタ、そういうことなんですよ。あ、造語、そうそうそう、あ、ネクスタね、ネクスタ、あ、これ流行らそう、ネクスタ次に来るスターをネクスタっていう、そうです、そう、ネクスタ、ネクスト吉田のネクスターになるのが北選手だと私は思ってるので、もうあの、いや体もすごい吉田みたいになってきてるからね。そう、あの結構こう良くなってきて、うんうん、であの本当にパンチ力のある選手なので、うん、で今年高卒3年目かな、うんうん、でなんか去年ぐらいから
私はやっぱり北選手結構来るんじゃないかと思って、うんうんうん、あの10億円の若手の選手とかもね、うん、入れてましたけれども今年、まあ、ちょっと吉田選手の枠が空くっていうところで、うんうん、一軍にやっぱりいる選手になってほしい。可能性あるよね。ありますよね。2軍で105試合でチームトップの7本塁だからね、うん、そうなんですよ。パンチ力あるんですよ、うん、期待値はかなりある、はいね、そうです。でもひょっとしたら来るかもわかんないね。ネクスターとして今年ね、はい、ネクスター、ああはやいいですね。流行らそう、うん、ネクスターって言うの。いいですね、うん、今年ブレイクする選手のことネクスターって言いましょう。いいよ、今度俺じゃあ使うわはい、どっかで、はい、はって言われるかもかんないけどこの選手はネクスターですよって言ってあの考えたのは私で続いて、あ、続いて、うん、続いての紅林選手。おいやもうスタメンですよ。紅林だってこの前も練習試合かなんかで猛打賞ってたの、うん、あのスタメンですよ、うん、もう2年連続スタメン勝ち取ってるんですけど静岡枠また今静岡枠ではありますよ、うんうん、静岡枠の推し強いね、はい、いっぱいいるね静岡。そう考えると結構いるんですよ、いい感じで伊達に広いだけあるね。はい、そうなんです。だって今現役で私の本当に直の高校の後輩が4人もいるので、ねえ、はい、でもあれなんでしょ、あの浜松とか御殿場とか伊豆は入れてないんでしょ。そんなことないですよ。そうなん、沼津も入れてないんでしょ。清水がギリ入れるかどうか迷ってるんでしょ。いやいや、そんなことない、そんなことない。鈴木翔平選手とかも実家は多分また静岡市じゃなかった気もするな。静岡市以外静岡じゃないんでしょ。そんなことないです。ないの。浜松はちょっと遠いけどだって浜松もねドーム計画あるじゃんね。あ、なんかそんな話なんか、ね、ニュースね、はい、うん、どうなんだろうね、あれね、はい、鈴木大地選手とかも小山町だったかな。もう結構遠いとこですから。おお、あの栃木の小山。いやいや違います、静岡のですあ、小山町だったかなそうそう、まあでも静岡なんですけどね。あの、まあ、成績見るとスタメンは勝ち取ってて2021年136試合で2022年も130試合出てるんですけど、もうちょっと打率ね。そう、打率が上げたいところだね。2部台なので、うん、やっぱり今年はやっぱ2割5分以上なら2割の後半は、まあ、2割7分ぐらいのホームラン15本ぐらい打ってくれたらいいね、うん、そうなんですよ。いいね。で結構体格もいい感じなので、うん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 、身長187センチの94キロなので、あの本当にもっともっとこうパンチ力も出てきていい選手になると思うので、栗林くん今年はもうスタメンだけどさらにいい活躍を期待してます。21歳、はい、誕生日になったばっかり。2月7日なったばっかですか。2月7日なんだ。足したら株。株さよなら広島カープです。はい、問題です。問題、広島カープ正式名称は、あ、正式名称は何でしょうですか、はい、広島東洋カープ。ファイナルアンサー。はい、正解です何の問題ですか何のために出したんですかでも一瞬、はい、あれこんな短くてよかったかなって不安になりましたよ、はい、問題です、はい、え、何何、第2問、はい、広島カープ、はい、現在、はい、重大な問題で、うん、不平不満が溜まっております、うん、その問題何が起きてるでしょう。何が起きてる、はい、え、知りません。じゃあ4択にします、はい、何の問題ですか、A、はい、雑誌社に追われて外勤続出、外出禁止ね、はい、B、うん、マツダスタジアム、うん、回収手続き遅れ、うん、ひょっとしたら開幕間に合わないかも、うん、3、うん、ユニフォームが特殊すぎて、うん、誰が誰かわからない。4、うん、カープ名物飲食店、うん、軒並み休場出店中止問題、うん、さあどれ、はい、よく4つも選択肢パッと思いつきましたねすごいですねえ、今これそんな話題になってますか。私が見てなかったのか、はい、なってます。カープうどんなくなるんですか。なんか、まあ、それが正解だったら、うん、だから出店中止みたいですね。じゃあそれ D です。はい、あれあるよん、あのテレフォンとかあるよテレフォンあります、はい、あ、使っていいですか。はい、じゃあ好きな人に電話してみてください、はい、じゃあちょっと調べるとダメですよ。了解です。電話するだけですよ。じゃあちょっと今電話しますね。はい、出ないの。はい、どうも あ、来た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 、はい、もしもし、はいはい、あの今ちょっと
あの問題出されてるんだけど、はい、あの答えていただいてもいいですか。はいはい。あの今広島東洋カープが、はいはい、ちょっとこう不平不満が溜まってます。ほうほう。どれですか答え。1週刊誌にあれ、うんうん、で、あ、わかりました。感じで。はい。そして週刊誌ですよ。週刊誌。はい。そして非常にピンチですよ。ありがとう。はい。はい。わかりました。わかったですか。うん。それ信用度の高い人に電話したんでしょうね。いや、私はもう絶大な信頼を置いてる方に今電話したんで、はい、はい、大丈夫です。じゃあどれですか。A でお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。いや確かにそのなんか電話した人が言ってた名前、いや去年だったよな。まだなんか続報出たのかなみたいな。残念。残念。セカンドチャンス行きます。もういい。セカンドチャンス。もう脱落だよ。もう脱落だよこれで。いいですか。もう私はカープから脱落だよ。いやセカンドチャンスいいですよ。セカンドチャンスいい、はい、セカンドチャンス。はい。あとアイテム何やります。はい。あと、うん、オーディエンス。オーディエンス。オーディエンス。はい。オーディエンスお願いします。はい。じゃあ A だと思う人、 B だと思う人、 C だと思う人、D だと思う人。おお、 100% で C。はい。でも私的にユニフォームが特殊で、特殊でも誰だか分かんないってことあります。はい、騙されないでくださいね。いでも、でも分かった。でも私はあのやっぱり生きていく上で、うん、信頼って本当に大事にしてるんですよ。もうあのテレフォンで裏切られてますけど。いやでもあれは彼が、しかもテレフォンのやつが、はい、あの意見変えて、はい、違うところで手を挙げましたけどね。いやでも彼間違えたって分かったから。いやでも私は信頼が大事なので、うん、もうそれはもうみんなを信じます。そうですか、うん、一番最初の意見じゃなくていいんですか。自分で考えた。 D? D? いいんです、うん、私はもう人を信じるので、はいはい、私はもうみんな青空くん、そしてコロッケくん、先生を信じてるので、うん、C のユニフォームが特殊で誰だか何笑ってるんですか何笑ってるんですか。ポイントロンソー C でいいんですか、はい、ユニフォームが特殊すぎて、はい、誰が誰かわからないでいいですか。はい、ファイー正解。え、正解ですか。はい、本当、はい、正解です。そんな、え、ちょっと新しいユニフォーム見ていいですか。はい、あの新しいユニフォームが真っ赤で、うん、背番号も名前も真っ赤で、うん、もう遠くから見たら単色化されて、うん、誰が誰か分かんないやつ来て。え、本当？でも俺は綺麗だと思うけどね。まあ誰が誰か見にくいなっていうのはあるけど、はい、俺はなんかデザイン性はいいかなって思うんだけどね。え、そんな今意見が出てるんですか。そう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 。あ、本当だ。普通に誰だ誰か分かんない。カープ新ユニに不評続出って、あ、ニュースなってますね。なんで、知らなかった。あ、確かに文字の色がね、白とかだったら分かりやすいかもしれないですけど、そうです。まあかっこよさはありますね。正解です。みんなありがとう。え、みんなこれ間違えようと思ったわけではなくて本当に、そう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 、本当に、はい、広島です。はい、広島のね、崖っぷち選手は、うん、まずトップバッター、はい、長崎投手です。はい。え、長崎投手、はい、30歳、今年31歳になりますけど。そんな危ういですか。いや、昨年もいい感じでよかったんだけど、うん、そうですよ、まあ、途中からまたパンパン打たれるようになっちゃって、うん、だからこの今もう場所をつかむには正念場だね。はい、これもう一軍の居場所っていうところはもう本当にちょっともう名前だけで抑えられなくなってきてたから、うん、もちろんね、あの3連覇した時はすごかったよ、防御率1点台でね、うんうん、はい、でもここでもうちょっと防御率を抑えていかないと、2019年から 4.08、9.00、13.50、6.46 だからちょっと防御率がね、本当だ、悪すぎるから、うん、ここでちょっと信頼をもう一回結果として勝ち取らないと、うん、年齢的にももう一軍に行ったり来たりしちゃうような感じになってくるから、うん、勝負だね。そっか、20年、21年ってあんまり登板してないんですね。そうそう、まあ怪我もあったからね、うんうん、そっかそっか。いやでもまだちょっと頑張ってほしいので、ね、そうそう、年齢的にもあれだけど、うん、今このキロだからね、はい、
一軍の居場所か行ったり来たりかっていうね、今年ダメだとちょっとこうもう落ちていく一方になる可能性が、可能性も他に若いのにね取られちゃうっていうところもあるからね、で続いてが、はい、大道投手です。3年目です。はい、はい、まだ3年目ですよ。そうそう、1年目はねリリーフで24試合、はい、でまあ先発7、うん、で昨年が、先発3、こう先発に転向してね、うん、あんまり結果が思わしくないんで、はい、まあそのこれっていうのは、うんうん、俺の見立てでは球がないんだよ、はい、どれも安定的、うん、どれも平均的、うん、でもこれっていう、だからこれっていう武器を見つけるか、はい、もう思い切ってリリーフかが俺はいいような気がするけども、うん、はい、まあそこがどうなのかねっていうね、うーん、ところだね。3試合で0勝1敗か、そうそうそう、 6.755 より率、うん、うんうんうん、だからどっちかパチッね、うん、はまりたいなっていうところはね、はい、あるけどね、はい、で続いてが玉村投手です。おお、でもなんかみんなやっぱ去年慣れてるなっていうね感じです。まあ、玉村投手はね、うん、昨年も挙げて、いや玉村は崖っぷちじゃないでしょうみたいな感じでカープファンの皆さんから言われましたけども、うん、でもまあね、去年森、はい、黒原、うん、森投手と桑原投手左入ってきて、はい、で今年もね、うん、まあ、1位は高校生だったけども、うん、増田、川野、長谷部っていうところのね、はい、ピッチャーも入ってきたから、うんうん、まあまあ頑張んないとね、うん、チャンスは去年大いにあったけどね、去年9試合投げて先発も8試合してますね。そうそう、2勝2敗ね、うん、防御率 3.92、はい、もうちょっと、まあでも若いからね、うんうん、一本立ちする可能性もあるけどね、うん、ここら辺で今年バシッといきたいね、はい、もうバシッといければもうね、自分の居場所っていうか覚悟が作れるからね、はい、21歳だまだ、そう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 、はい、若いね、うん、だからもうピーってこない、来そうだ、こう来そうで来ないみたいな、はい、来そうで来ない玉村よ、うん、でも来たらグッといけるから、はい、この来そうで来ないから、うん、来るに行けるかどうかのこの、ほら、そうじゃないとライバル激震だからね、うん、その中でまた揉まれちゃうからね、今年ちょっと来なかったらちょっと危うくなってくるんですか、もうだからもう来そうで来ないになっちゃうから、うん、だって玉村が来ないってことは他のやつが来てるから、そしたらポジションいっぱいあるわけじゃないから、うん、そしたらこう2番手3番手になってくるじゃん、ね、うんうん、まだ今は1番手層にいると思うんだよ、若手の中で、うんうん、だからそこら辺でグッていきたいね、うんうん、今年こそね、はい、うん、続いては、はい、堂林ですね、野手。わー、堂林選手か、いいところでね打ったりするんだけどね、あれすごい、いい活躍したのと一昨年でしたっけそう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 、うん、2020年でも20か、うん、あれ2割7分くりね、うん、鈴木誠也に弟子入りしてね、あ、そうだそうだ、でその次の年が1割9分、はい、で昨年が2割4分3厘、うん、でホームラン8本だから、いいところで打ったりするんだけど、うんうん、でもポジションがないのよもう、はい、外野は西川、うん、秋山、野間、うん、だからそこに右っていうところで、じゃあ末金とか、うん、中村とか、うん、まあ確かにいい人、若い勝負だ ね右とか、でサードがね、うん、外国人のデイビッドソン、はい、取ってきたから、うん、でショートが琴の、うん、セカンド菊池、はい、でファーストがマクブルーム、うん、だからもうポジションがないんだよ、うん、どんどん、はい、だからそういったところではこれ生き残りをかけた勝負だね、うん、レギュラーとしてのポジションがないとベンチにずっといると急にチーム事情に2軍行けとか言われるからね、うん、能力があるだけ関わらずね、うんうん、でそれと同じように崖っぷちが中村翔征、中村翔征選手も、そう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 、同じ立ち位置だから、まあまあそっか、でも年齢がちょっと、若いのかな、堂林選手より今年24ね、ちょっとだいぶ若いですね、そうそうそう、うん、でもよ、うん、もうキャッチャー坂倉で行くんだったら、はい、坂倉、相澤、磯村いたら、うん、もう入っていけないじゃん、まあ、石原とかもいるし、そうですね、で昨年外野も守ってたけど、うん、でなってくると、うん、先ほど言った堂林とか、はい、末金、中村、うん、っていうところの右とね、うん、争わなきゃいけなくなるし、うんうん、で内野は外国人のね、うん、デビッドソンとか、はい、いるからね、うん、ちょっとピンチだね、そうですね、それまた一軍の居場所っていうところでね、うんうん、なんかいい若手がカープって結構多いなってイメージありますからね、そうそう、だって今年、うん、俺は一番台風の目って言ってるから、はい、カープは、うん、
だからここら辺の選手が厚みが出てきたら、うん、もうかなり選手層厚くなるからね。そうですね。誰かが抜けたところで痛くも痒くもなるから、うん、まあここのこのね野手のこの2人の頑張りっていうところはかなり大事なんだけどね、うん、はい、だからピッチャーもねこの3人の頑張りっていうところが層の厚さを保つためには大事なんだけど、彼ら個人としても頑張んないとね、うん、ちょっと一軍の居場所がなくなっちゃうからね。いい選手が多いだけに居場所がなくなるかもっていうことですね。で補強もしてね、秋山も入ってきて外国人も来たらね、うん、どんどんなくなっていくから、はい、そういった意味ではこのキャンプオープン戦、うん、開幕に向けて、うん、ちょっと自分の居場所を確保しないとね、うん、ちょっとこのラインが厳しくなっちゃいますよっていう、ね、ところだね。そうですか、うん、はい、まあね、今日の話で言うとね、うん、あのクイズが長くなりましたけどね、はい、楽しみましたか。袴田スコープいいんですか。袴田スコープ、そうです、あるんですよ。あるの、はい、もう袴田さん一番最初時間使ったからもうないのかと思っていやいや、あのバッサリ言っといてくださいダメダメ、面白いから、はい、はい、大事ですか。袴田スコープ、はい、1人目、はい、遠藤投手、ほう、はい、去年、うん、まあ、すごいまだ23歳くらいで若いんですけど、うんうんうん、去年いい感じで出てきて、うん、ただ、何勝何敗だったかな、4勝7敗、うん、で、まあ、ちょっと借金作ってるんですけど、うん、でもすごくまた今年ローテーション入っていい感じで来るんじゃないかなと思ってるので。いいよ今年、キャンプも良かったもん。あ、本当ですか、うんうん、でだからいい感じ、まあ、中村がもし10勝したらやばいよカープは。そうですね、遠藤、あ、遠藤、ね、遠藤の投手、はい、うん、そうですね、で、床田投手もいて、そう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 、そうですね、うん、あとね、あの遠藤投手なんか顔がすごい応援したくなっちゃうような可愛い顔なんですよ。好きな顔なの。タイプとかそういうんじゃないんですよなんか応援したくなっちゃう可愛い顔なんです、わかります。いや、好きなとかタイプじゃない応援したくなる顔わかんない。え、わかんないですか、うん、なんかポーってしてて、うん、あの、あ、なんか頑張ってと思っちゃう顔してる。あ、ネズミ先輩ポーってポッ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 ポーみたいな、うん、違う、ポッ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 ポー違うなんだろう、なんかここぷくってしてて、うん、あのなんか なんだろうな、なあのちょっとこう不安な顔とかするのがちょっと、うん、なんか頑張って。いや、俺もぷくっとしますけど、まあ、確かにぷくっとしてますよね、うん、うん、ちょっと違うんですあともう一人、うん、二俣くん、うん、二俣翔一くん、うん、あの静岡じゃないよね。静岡ですよくわかりましたね。はい、だって二俣って静岡多いもんね。いや、そんな多くない気がします。そうだ、私あんまり知り合いとかいないんですけど。いないの、うん、二俣川ってあるじゃん。二俣川ってありましたっけ。いや、知らんすごい適当に言うじゃないですかまあ、あるかもしれないけど、あの私ドラフトの時に、うん、二俣くん、あの 岩田だったかな、うん、あのぜひどっか入ってほしいなって言ったら、カープがキャッチャーなんですけど、うん、あの育成で取って、うん、で去年支配下になって、うん、でまあキャッチャーじゃ多分、まあ、カーブキャッチャーっているじゃないですか、うんうん、今サードとかでも練習してるらしいんですけど、うんうん、とにかく今年は一軍で活躍とかまだそういうところではないと思うんですけど、うんうん、一軍のデビューに向かってこうなんか成長していってほしいなという、まあ、個人的応援です、うん、はい、皆さんだから二俣くんちょっと覚えてください。二俣翔一ね。そう、翔一くん、うん、翔一、はい、というところです。99番、はい、ね、そう、で育成から支配下になって99番だったんで、うん、頑張ってほしい、頑張ってほしいので、はい、さて問題です。じゃじゃん、またですか。はい、はい、ソフトバンク、はい、球団正式名称を述べよう。え、福岡ソフトバンクホークス。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解です。はい、よかった第2問、またあるのに、もう何何、福岡ソフトバンクホークス、うん、本拠地の正式名称を述べよう。福岡ペイペイドーム。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、知りません。え、おい、え、知らないの。じゃあペイペイドームしか知らない。いや、それは知ってて問題出してくださいよ本当に、もう何なんですかはい、今日ね、ソフトバンクホークスね、はい、崖っぷち選手、はい、まず1人目、はい、こちらです、うん、高橋純平投手です。おお、高橋純平投手、まあね、はい、あの一時はあの、うん、現役ドラフトとか乗るんじゃないのかっていうところもありましたけども、うんうん、はい、まあでももうそろそろね、うん、来てほしいところではそうですね、今ありますよ。25か、うんうん、ソフトバンクあるあるなんだけど、はい、ドラフト1位が活躍しないっていう、うん、確かに
今そう振り返ると東浜投手以降ってあんまりいない気がしますね。だからそのね、光り輝く時あるのよ、うん、あのでもね、ずっと主力としていないんちゃうかっていう、うん、はい、うん、確かに。だからね、ドラフト1位で言うと、はい、まあ、伊比根ね、はい、で風間、うん、ね、井上、まあ、若いですからね、うん、佐藤直樹、うん、海野、うん、吉住、はい、田中正義、うん、高橋純平、うん、松本裕樹、うん、やっとだね、うん、今ね、そうですね、リリーフの、うん、うん、うん、で梶谷、はい、もう移籍してるね、はい、で東山、で東山投手がまあ安定してじゃないですか、うん、2012年だからね、私と同い年なんで、うん、もう10年目とかですよ。でその上が武田翔太、はい、山下昭、綾津、うん、今宮、うん、辰巳、ね、うん、岩崎翔、うん、大場翔太、うん、福田周平、うん、大隣、荒川優太、うん、マッチ、ここはもうこあの高卒大卒で分かれてるからね、うん、でその江川、うん、ね、でその前までは自由獲得枠か、うん、ところでそう思うと本当にあれですね、ここ10年で1人2人ですね、うん、そうなの、うん、ドラフト1位、はい、頑張れっていう、うん、でももうそろそろ頑張んないとね、はい、っていうところはあるよね、うんうんうん、そうですね、期待値が大きいだけにね、うん、でも2019年45試合投げておおと思ったけどね、防御率も良かったですよね、うん、だから俺プロスピで高橋純平の A めっちゃ持ってるわけ待ってんのよ俺は、はい、早く頑張ってくれたら俺すぐ極みにできんのよ、はい、待ってんのよ、うん、持ってんだよまだ、はい、頼むよ、期待して持ってるわけですね、そうそうそう、うん、来るんちゃうかと思ってね、はい、でもまあちょっと崖っぷちだね、うん、で、続いてが高橋玲です、はい、おお、ちょっと高橋高橋でこれなんて言ってもね、うん、ソフトバンクが層が厚いからね、はい、そう簡単には出てこれないわけ、うんうん、でもねやっぱり先発もリリーフもできて、うん、アンダースローでっていうところでは、うん、かなりいいポテンシャルはあると思うんだけども、うん、なんて昨年4試合だからね、うん、でその前が11試合だから、本当だな、19年は23試合ね、で先発で12勝、うん、でこう新人王だね、はい、で20年が56試合ね、あのリリーフで投げて52試合、うんうん、で21、22と沈んでるからね、はい、ちょっと頑張んないと、うん、高橋玲もね、高橋純平も、はい、近藤の人的保障とか、そう、その時に ねもしかしたら外れるんじゃないかって、ね、うん、って言われてたからね、うん、でもここで頑張っていかないとね、はい、この2年がなかなか結果残せずというところだと、うん、そうだからここ今年が、うん、今年が勝負なのよ、うん、高橋玲もね3年連続でっていうのはね、うん、アンダースローはいいこう、ね、アクセントになるからね、うん、そういった意味では頑張ってほしいね、うん、そうです、貴重な存在ですよね、うん、で続いてが、はい、キャッチャーの、うん、海の空気です、はい、2人です、はい、これは頑張んないと、うん、まあ、海の選手ね、はい、今年が26歳、4年目、いやすごい期待されてキャッチャーとしてね、空気選手、はい、今年25歳、7年目、うんうん、これ頑張んないと、はい、なんて言ってもミネイが来たからね、そうですね、甲斐ミネイが、うん、だって要はミネイをね、うん、FA で取ろうってしてる時点で、はい、もう海野とかクキーに期待を高く持ってないってことでしょ、うん、球団が、うん、まあ、だって普通で言えば甲斐の後その海野とかね、うん、クキーとかのこの若い世代が今度は甲斐と入れ替わりにレギュラーになっていく構想で多分ドラフトで取ってきてると思うんだ、うん、でそこがもし安定的に、まあ、何かあったらもう任せていけるなっていう信頼感あったら、うん、ミネイとか取ってきてないと思うのよ、そうですね、だそこの信頼感がないことによって、うん、もう崖っぷちだよね、はい、でこのねバッティングがいい渡辺陸、うん、ね、去年20試合出て、はい、ホームラン3本2割7分3厘ね、打つ方いいから、はい、3番目とかで置いときたいよね、うん、ミネイ練習試合とかでもいい活躍を、ね、うん、そう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 してた気がしますよ、うん、であと外野を守れる谷川原ね、うん、そうなってくるとよ、はい、ちょっと危ないじゃん、しかもその20歳のね、うん、3年目牧原浩太もいるわけじゃん、そうですね、なったらよ、うん、この海野とこの茎の立ち位置の、はい、低さが頑張んないとやばいじゃん、うん、そうですね、うん、でも甲斐選手とその峰井選手がまあちょっと30とかそのあたりじゃないですか、年齢的に、うんうんうん、でその茎選手、海野選手がまた24、25とかそういう年代なんですよね、うんうんうん、この5年っていうのはそんなに関係ないですか、関係ないよ、多分だって甲斐35でもやってるじゃんバリバリ、もう30になるじゃん、そうですね、10ぐらい空いてるといいんだけど、うん、はい、5とかは
もう 5ぐらいの人たちは2番手でもガッて いないと、うん、そうですね、うん、私もう そうかあの30、31で2人いたら、うん、もうそこが2人でこういかれると、そうで何かあったらバッティングのいい渡辺とかね、そうですね20ね、まだもうちょっとなので22とかかな、うんうん、で20歳の牧原とかで外野もできる谷川原みたいな、うん、でキャッチャーしかできない2人みたいな、うん、ちょっと危ないじゃんね、頑張んないと、ちょっと危ないですね、うん、頑張ってここ正念場だね、気合い入れてかなりの、うん、気合い入れていかないとですね、うんうん、で続いてがね、はい、上林です、うん、この前ね、オープン戦とはいえ、はい、系投のノーヒットノーランされかけたけど、それを阻止した上林、うん、いや去年もあれ怪我しなかったらな、うん、ぐわー言ってたけどね、うんうん、でもよ柳町、はい、上林とか、うん、去年良かったのが、はい、なんと、うん、近藤、槙原、うん、柳田、うん、なしみたいなポジション、はい、まさき選手とかも出てきたけど、そうだからベンチ枠をかけただけど、うん、ね、そこ本当頑張っていかないと、うん、ベンチにも入れなくなっちゃうから、はい、やっぱ怪我したの痛かった、柳町も出てきたからな、それによって、うん、去年ね、だから栗原とか怪我したり上林怪我したけど、そこにね、まさきとかこの柳町とか、うん、あと野村勇とかが入ってこれたから、うん、でまずそこで結果出してそう熱くなってんだけども、うん、ちょっと上林は頑張んないと、はい、ちょっとこう崖っぷちだね、そうですね、うん、で続いて、はい、リチャード、あー確かにここのこの2年で頑張って結果残せなかったから、うん、結局三塁に栗原来ちゃったじゃん、はい、でガルビスとか、うん、アスディーヨとかね、うん、まあ出てくるわけで、また、はい、イヒネもね、うん、ルーキーでも来たしね、そうですね、ちょっとリチャードがゲップしたね、うん、期待されてるうちに頑張んないと、はい、やっぱ期待される選手って変わっていくから、うんうん、順番が下がっていっちゃうよね、そうですね、うん、いい選手が多いだけにちょっとこうね、出られないでいるともうそのままガーって下に下がっちゃいそうですからね、そうなんか当たったらすごいけどっていうのはね、うん、みんなだからね、はい、どれだけ当てれるかが勝負だから、うん、そういった意味ではちょっと頑張んないと、はい、ポテンシャルあるだけにな、うん、すごくなるかもしれないし、すごくなくなるかもしれないけど、うん、すごくなる可能性あるからね、はい、で一回もうどっかで大当たりしたら、うん、そのままかかるかもしれないですね、調子こいたらグワッていく可能性あるから、うん、そういった意味ではでも頑張らないと本当ポジションなくなるからね、はい、そうかけっぷちだね、わ、じゃあ続いて袴田スコープ、はい、袴田スコープ、これはなんか今年ブレイクしてほしいとかそういうんじゃないんですけど、あ、静岡の選手ですか、いるんですか、違います、違うんですか、違います、今回ちょっと2人選んでるんですけど、はい、もう個人的にすごく頑張ってほしい選手、うん、はい、武田翔太投手、もう噛んだっすねもう噛んだからもうこうつまずいたら今武田もうそういうこと言わないでくださいよ武田翔太投手、私はやっぱすごい頑張ってほしいんですよ、好きな、うん、好きとかじゃないけど好きなんとか言われてもいやそうピッチャーとして、うんうん、いいすごいいいと思いますよ、うん、今年30歳そうなんですよ、うん、でも14勝15勝ぐらいした年が確か 2年ぐらいあったはずなんですよ、そう15年13勝16年14勝そうですよね、うん、でもそっからもうほとんどでもものすごいポテンシャルだと思うんですよ、うん、でなんかその勝ってた頃にもう、うん、あらゆる解説者の方とか、うん、先輩の次期アナウンサーの方とかもう武田投手の球にもう見惚れるみたいな、うん、もうすっごい褒めてて、で私もなんか、うん、なんだ力感のないあの投げ方すごい綺麗だなと思って見てたんですけど、うんうんうん、なかなかこのところなんかちょっと故障しちゃうからね、怪我のことがあって全然出てこられないので、うんうん、そろそろまた10勝するぐらいの復活を遂げてほしいなという、うん、だって書いても今季はコンディションを整え年間を通じてチームの戦力になりたい、そうもうなそういう感じになっちゃってるじゃないですか、だから今年はまあ復活して2桁勝てるぐらいの活躍を、まあ、戦艦もいないからね、そう、うん、だから先発枠っていうのがちょっと空くじゃないですか、うんうん、ね、そこにストライク先行すればいいんだけどね、うん、ボール先行するとねちょっとややこしいよね、で入ってほしいなというね、うんうん、はい、そんな期待があります、はい、でもう一人、うん、泉投手、お泉投手は去年もね、大泉、泉、小泉、泉単体もう誰もが知ってる泉投手ですよもうでもなんか去年 の、うん、なんか涙を見たら、うん、今年はなんか周りの子がやというか声をもう黙らせるぐらいの、うん、もう55試合ぐらい、ね、ちょっと体細いですけど、うんうん、55試合ぐらい投げてもうやっ
ぱり俺がいてのまたソフトバンク優勝だぞぐらいの活躍を見せてほしいなと思います、うん、まあね安定して投げてきてるからね、そうです毎年ね、うん、去年はね、うん、高めね、うん、山口にライトスタンドでいたんですよ、うん、ね、もうなんか自分で歩けないような、うん、こうなっちゃった姿なんかすごい、私もあれすごいなんか感情移入してちょっと泣いたもんな、あれそうだ、はい、涙とかない人ですもんね。いや佐藤さん意外と泣きますよね。でもそういうのじゃなくない、そうじゃないですか、そうだろうなと思いますまあでもね、はい、泉とかも頑張ってリリーフ陣熱くなったら本当リリーフをローテーションできるからね、うん、そうですね、うん、オスナ、モイネ、ロイテね、勝利の方程式に2パターンできたら、うん、もう先発は6回まででいいよと、はい、あとまあ方程式も2パターンあるから休ませながら回しますよって、うん、最強じゃんね、最高ですね、うん、日替わり勝ちパターンみたいな、そう、うん、いや頑張ってほしいね、はい、まあ、そうか、暑いだけにね、そうです、安定したらすごいけど、うん、落ちる時もすごいっていうね、うん、この球団内競争厳しいからね、はい、うん、いやでも主力があんだけ抜けて戦えるチームだからもうちょっと層の厚さは尋常じゃないですよ、そうですね、はい、俺もどうにかして50億円もらえんかなと思って50億円今度は近藤選手のさあ問題です、はい、巨人正式チーム名述べよ、またですか、読売ジャイアンツ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念、あれ読売ジャイアンツは巨人つかないなと思ってましたよ、残念です、あれ東京読売ジャイアンツ、残念、あれ何何、テレフォン、テレフォン、テレフォンじゃ聞いてくださいもしもし、はいはい、ジャイアンツの正式名称を教えてください、読売ジャイアンツじゃないですか、あれ読売ジャイアンツって私でも言ったんだよ、もう、はいはい、で、なんて次は何て言ったんですか、なんか違うって言うから、はい、ちょっと東京つくのかなと思って、東京読売ジャイアンツ、うん、でもなんかちょっとそれは違うな、多分出題者のミスじゃないでしょうか、あ、本当ですか、はい、一回問い合わせ見てみてもらっていいですか、じゃあもう一回読売ジャイアンツに行ってみます、はい、お願いします、はい、ちょっと違うアンサーが出てこなくて読売ジャイアンツじゃないですかって言われたんですが、何ですか、じゃあ読売ジャイアンツでお願いします、正解です、いや、どういうことです、最初の残念は何だったんですか、ちょっと言いたかったんでいや、もう何ですかこの時間合ってるじゃないですか、もう、はい、正解です、はい、よかったです、言いたかったんですよ、言いたかったんです、はい、ちょっと鼻かいます、はい、今ね、多分視聴者の皆さんも、はい、何が残念やねんってね、はい、なってますけど、いや、そうですよね、はい、はい、よかったです、合ってて、正解です、はい、はい、ということで今日ジャイアンツです、はい、崖っぷち選手、うん、ね、まずはこちらの選手です、はい、高橋優希投手、はい、はい、崖っぷちです、今育成ですよね、そう、まあ怪我もあったからね、はい、クリーニング手術ね、うんうん、あって、うん、まあどこまで復活できるかだね、はい、いわばね、なんなら去年とかは優勝のキーマンに私は挙げてたぐらいなんですよ、うん、ね、菅野投手、戸郷投手のもう次やっぱり高橋由紀投手が柱に行ってほしいって言ってたぐらい、だから21年に2桁勝利挙げたからね、そうなんですよ、スクリューでね、うん、それがね昨年わずか1勝、うん、で育成になって、はい、でしかもあの肘のクリーニング手術して、うん、どうなるんやっていう ね、 そうですね、今困ってますよ先発は、うん、ジャイアンツは、いやもう早く復活してほしいですよ、いやここが復活してこないと、うん、ちょっと盤石になっていかないでしょ、はい、でもこれが長引くほどね、うん、若い奴らに取って代わられるけど、うん、はい、でもその取って代わられる人たちがね、うん、今激励に触れて、はい、二軍行きですなんかあったんですかね、あったんじゃないのかな、うん、はい、何かがね、うんうん、激励に触れて、はい、一軍に来なきゃいけない選手が二軍落ちです、うん、はい、でも本当にでもその今二軍落ちって言った方たちが、うん、本当に出てこないと結構巨人大変ですよね、まあ、外国人ピッチャーは、ね、たくさん取ってますけど、いやめっちゃ厳しいと思うよ巨人もね、うん、で、まあ、戸郷侍にも行ってるしね、はい、で中でだってピッチャーだから、あとはグリフィンね、うん、ビーティー、はい、メンデス、はい、ロペス、うん、ちょっと外国人がいますけどね、はい、まあ、そこら辺の頑張りもいるけども、うん、まあ、先発ね、
安定しなきゃいけないっていうところでは、はい、まあ、高橋のね、うん、復活が、いや本当、はい、でもこのままズルズルっていっちゃうと、うん、育成だからずっと育成になっちゃうからね、うん、8月だから7月末までかな、はい、に試合が帰ってこないともうずっと育成になっちゃうから、そうですね、うんうん、それまでに、そう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 、そういった意味でもう若いポジション、若い人たちにポジション奪われないようにっていう、そう早めに帰ってこないとね、うんうん、崖っぷちですか、そうで続いて、はい、中川選手です、崖っぷちです、中川浩太投手ですか、そうです、崖ですか、崖です、はい、まあね2021年6月に左肋骨の骨折、うん、で侍ジャパン入り断念、うんうん、そうだったそうだった、でその後昨年は腰痛です、はい、だからちょっと怪我に悩まされてるね、そうですね、うん、昨年はね、はい、0試合、一昨年58試合、はい、やっぱ怪我に悩まされてるからね、そうですね、いやここら辺帰ってこないとね、うん、きついよね、いや本当2021年がものすごく良かっただけに、うん、だからジャイアンツが上昇できるかどうかの崖にいます、おー、だからチームの崖を支えてます、はい、ジャイアンツ落ちないでくれ今年2人が戻ってきたらまだ結構分かんない、いや全然分かんない、ね、戻ってこなかったら本当、うん、なかなか厳しい戦いになると思うよ、うん、私本人としてもこのままね育成でいつ、そうそうそう、負けにいかないからね、うん、だからジャイアンツっていう崖を支えてる、おー、手離した、彼ら次第でこうなってくるかっていう、うん、可能性はね、うん、十分あるね、はい、で続いてが、はい、広岡選手です、わー広岡選手、はい、いやちょっと厳しいね、まあ、坂本がね、うん、もう1年間頑張ってもらわないと巨人の優勝は俺はないと思うけども、うん、でも頑張らなきゃいけない中でなんと、はい、門脇という、うん、今ちょっとそっちが出てきてますからね、出てきてたら、うん、もう疲労があれみたいな感じになっちゃうからね、うんうん、これはちょっと崖だね、そうですね、うん、ちょっと競争が、競争がね激化する中で出てこれるかどうかが、はい、ちょっと新人だからもう期待されてるうちに頑張って新人来るからね、はい、疲労がだって巨人来てる時は最初はねいい形で使ってたけども、うん、やっぱ結果出せないからね、うん、こうなってくるわけよ、はい、崖です、もう結構正念場ですね、かなり正念場です、坂本選手の後継者争いのかなり正念場です、うん、あと中山ライトとかね、はい、いるけども門脇もかなり正念場です、そうですね、崖です、うん、はい、今年勝負、そういいとこ見せないと、うん、もうやばいよっていう、3番手4番手になってしまうという、本当に、うん、よっぽど2軍で結果出さないと呼ばれませんよっていうぐらいになってくるからね、はい、うん、続いて、はい、梶谷選手です、あーでももう大ベテラン、そう怪我してね、はい、で、まあ、復活にかけんだけど、まあ、教育リーグにね、うん、はい、出るっていう情報もあるんだけども、うん、いや頑張んないとね、はい、本当に、うん、FA で来て一緒に来た人はもう占領下になっちゃったからね、はい、あ、でも本当の崖ってことですか、がもう本当に崖だよ、うん、今だって育成じゃないですか、うん、怪我があってね、うんうん、だって本当だから今年中に支配下に帰ってこないとやばいんじゃない、そうですね、うん、しかも外野も回る、はい、まあ、あと外国人とかもね、うん、あるけど、まあ、チャンスあるよ外野は、はい、正直、うん、だ新人のね2人、はい、浅野、うん、そして萩原、うん、萩岡、萩とかも、うんうん、取ってるからね、うん、薄いのは薄いからチャンスはあるけど、だから梶谷とかも頑張ってこないと、うん、ちょっとジャイアンツの優勝がねなかなかっていうところもあるから早期復帰を期待したいよね、そうですね、うん、でもこんなにあのいい選手たちが今育成なんですね、だって怪我だから、そうか、高橋、中川、梶谷怪我だから、うん、怪我で育成、うんうん、どんなに無事これ名馬だからね、うん、どんなにいいもの持ってても怪我して終わりだから、そうですね、うん、だから早く復帰してほしいですね、そうそうそう、うん、で続いて、はい、松原選手です、あ今あのレンタル侍に行ってるけども、はい、レンタル侍、うん、レンタル侍って何ですか、侍ジャパン外野手がいないから、あ、そういうことか、そうそう、はいはいはい、レンタルで、はい、行ってる、うん、けども、あ、侍にレンタルってことかそう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 、はい、いや一昨年はね、うん、もうレギュラー取ったなっていうところが ね、うん、あったけども、うん、まあ、昨年ね、うん、まあ、ポランコでウォーカーっていうところの外国人が来て、うん、ちょっと一気に出番がなくなったっていう、うん、若干かわいそうな使い方されてるけどね、うん、だって去年は50試合、はい、1割1分3厘、うん、勝負だね、でも、うん、でも外国人いるからな、いやでもチャンスあんだよね、うん、外国人もバッと別にねするわけじゃないから、はい、だからここでもう一回おととしのね、うん、輝きを取り戻せればそうですねいけるからね、おととし135試合、まあ、掴んでたんですけどね、うん、掴んでたけど外国人来たからね、うん、でもそういったところでは松原も崖だね、はい、でも頑張ったらまだチャンスあるからね、うん、レギュラーのね、はい、そういったところでは頑張ってほしいなと思いますけどね、はい、袴田スコープありますか、袴田スコープ、はい、袴田スコープ1人目は、
赤星投手ですね。ほう、うん、私はレッドスター、んレッドスター、うん、レッドスターが今年はネクスターになる、うん、はい、あのオープン戦とかでも、うんうん、まあ、結構いいピッチングしてたんですけど、うんうん、私は去年は新人王もいけるんじゃないかっていう新人王候補にすごく上げてたぐらい期待してたんですけど、うん、まあ、なかなか、ね、シーズン通して守れなかったんですけどね、うんうんうん、あの投げられなかったんですけど、序盤今年は出だし良かったけどな、出だしすごい良かったんですけど、うん、でも結局去年が5勝5敗5勝5敗そうか31試合と、うん、途中からリリーフだったからね。そうですね。でもやっぱりなんか今菅野投手ともう戸郷投手しかなかなか日本人がいないので、その次のやっぱ先発としてこう出てきてほしいなという思いが私はあります、まあ、ツーシームとかねいいから、まあこれっていう球はないけど、うん、これ安定感はピカイチだからね。お、そうですか、うん、だからそれをだから常にクオリティ高さ持っていかないと、うん、これ投げときは抑えるっていうところがないから、うん、だからそういったところの生命線は維持していかなきゃいけないね。いけそうですか今年。どうでしょうそうですか、はい、あともう一人、はい、オコエ選手。おう、オコエ選手今あの結構頑張ってるんですよ。うん、来るの。いや、もうここで楽天からまあ出て巨人に行ったので、うん、巨人でもう輝きを見せてほしいなと、うん、もう誰もが言います、身体能力ポテンシャルはピカイチだと、うん、だからもうそれ。じゃあ何が足りないんですか。なんでしょうねちょっと言いにくいですよね、なんかね今のはどうでしょうだよ。あ、そうかそうか確かに、いやすごい真剣に考えちゃった。高松さん、そんな真剣に考えてたんだ。そうですね、はい、お声はどうですか。で、何が足りないですか。お声選手、うん、どうでしょう頑張って、お声選手そうそう、だから赤星とかも頑張って入ってくればね、はい、やっぱ入って、や、赤星、堀田、山崎、織とか、うん、やっぱここら辺入ってこないといけないからね、うん、そういったところではどこまで頑張れるかだし、うん、お声がね、はい、チーム変わって花開いたらね、うん、それはそれでまた盛り上がるしね、はい、面白いよね。外野手ちょっと空いてるんですもんね。そうそういった意味ではね、まあ、やっぱサバイバル勝ち上がって層を厚めにしたらね、ジャイアンツも浮上するきっかけになるんじゃないですかね。はい、花粉症が辛い佐々木です。さっきくしゃみ何回したんですか。いや、やばい、鼻もう鼻取って洗いたいぐらい。あと目とかもかゆいから目も取って、ちょっと洗いたい。できたらいいですね。でか、で、こう取ったところもシューって洗って。すっきりしますよね。あ、きつい。お目苦しい点がありますけども、ご了承ください。はい、あと、はい、まあ、ご新規さんもいっぱいいるからね。まだ勘違いしてるのが、はい、この崖っぷち選手シリーズ企画、うん、あのネーミングはかなりキャッチーだけど、はい、あのクビになる選手上げてるわけじゃないからね、うんうん、なんかもうまだクビにならないのにみたいなね、はい、なんで坂本、阪神の坂本はまだ、高橋アルドはまだ崖っぷちじゃないでしょ。いや、クビになる選手上げてるわけじゃないからね、うんうんうん、自分の持ち場がなくなりますよっていう話だから、今年頑張らないとそのもうポジションが危うくなって、うん、そうそっちに近づいていきますよってことですよね。そうもしくはあのベンチになっちゃいますよっていうね、うんうん、その糸原っつって崖っぷちじゃないし、いや、クビになるっつってないっつってない、うん、ただ、うん、レギュラーじゃなくなっちゃいますよっていうね、うんうん、ポジション争い負けちゃいますよっていう話だから、うん、そこら辺よく理解してくださいよ。はい、はい、ということで、はい、今日は楽天です。はい、お、来ました。はい、もう楽天はもう簡単ですね。簡単ですか。はい、はい、やっぱ崖っぷち選手、うん、まあ、この選手ですね。はい、マークですね。いいえ、本当ですか。はい、危うくなりますポジション。え、いや、もう今この瀬戸際来てるよ。え、本当ですか。うん、今年じゃあ何勝すればあの安泰ですか。いや、何勝、ファンとして、はい、楽天を応援している立場として、うん、マー君には何勝を逆に望んでるんですかっていう。10勝はしてほしい。10勝でいいの。え、でも10勝はしてほしいっていう。あ、そういうレベルなんだ。え、そうじゃないですか。いや、わかんない、俺わかんないよ、はい、俺わかんないけど、みんなはマー君にどこまで今を期待してるんですかっていう。だから10勝でいいんだ、はい、だから10勝だと、うん、多分10勝よくて7敗とかになるけどね。うんうん、あのやっぱり去年おととしが10勝届かなかったじゃないですか。あ、もうそういうレベルのもう
望んでること、いや勝ってくれるんだったらもう15とかしてほしいですけど、いやだからどれぐらいを望んでんだろうなっていう、でもまあ最低10してほしいっていう感覚です。あの最低10してほしいピッチャーっていうのは、はい、早川と一緒のレベルです。え、そうですか。だって早川だって10してほしいでしょ。してほしいです、まだしたことないので。でしょ、はい、うん、だから、うん、あの一緒のレベルですよ、10して選手で言うと、はい、だから巨人とかで言うと、はい、赤星とか、うんうんうん、山崎伊織とか、うん、と一緒のレベルですよ。10でいいんだったら。え、でも私いいピッチャーにやっぱでも最低やっぱり10勝はいってほしいですってこう言う。そうそう、あの最低10いってほしいっていうのは先発ローテーションとしての最低限の、あの 目指してるところです。ああ、そうなっちゃうのか。そうだよ、だって先発ローテ入って、うん、まあ8勝でって言わへんくらい、うん、まあそうですね、うん、8勝とか7勝っていうのは、うん、多分あのローテーション入ってなくて、はい、6番目とか、うんうん、5番目に来る選手で、うん、まあ7ぐらいいけたらいいんじゃないみたいなとかし、だから庄司ね、庄司、うんうん、はい、楽天で言うと新人、庄司、うんうん、まあ先発だから、まあ、1年目10勝してくれたらいいけど7、8勝ぐらいしてくれたらもう最高だねみたいな、うんうん、そんな感じだからね。だから10だと本当にもう庄司とかと、もう庄司が先発、駒子が先発するんだったら、うん、望むは一緒です。そしたらなんかそういう新しいこう新人のピッチャーとかはもう10勝いけるみたいな、なんか言ってくれっていう希望だけど、マー君は、うん、あのいやもう10勝は軽く超えてくださいね今年はっていう感覚です。いやだから何勝を希望してるんですか。軽く超えてだったら何勝を希望してるんですか。いや希望は15勝してほしいですけど。あ、15ですね。でも最低10勝は今年はしてほしいなぐらいの感覚。え、でも崖っぷちなんですか。そうだよ、日本復帰して21年4勝、はい、うん、22年9勝、うん、で21年は借金が5、はい、で22年は借金が3、うん、っていうところで、うん、まあ、今年も開幕投手に指名されてますけど、うん、はい、まあ、万が一、うん、今年も10勝に手が届かなかった場合は、うん、どんどん持ち場が下がっていますよね、うんうんうん、っていうと、はい、みんなからの期待値が、うん、ね、どんどん下がっていくっていう、うん、野球選手としての岐路の崖っぷちです。ああ、そういうことか。まあ先発ローテーション奪われるとかではなくないけど、うん、あ、もう4番手とかあっていう位置づけに、うん、この周りの人たちの思いがこう分かれるところです。そっか、うん、ファンからするとマー君ってちょっと伝説的なところあるので、いつまでもこう1番手でいてくれるっていう下が無理です。そう信じてるんです。無理です、人間ですから。いや、あのいつまでもマー君はなんか神のような、もしマー君が一番手だったら、はい、まあ、最低15でしょ、うん、まあ、そこからどれだけ上積みできるかっすね、うん、っていうのが一番手だから。なんか私的にはマー君、則本投手、岸投手っていうのは、うん、なんとなく今こう同じぐらいのなんか感じで、うん、あの私のポジションで、いや、マー君、岸、則本でしょ、年がこんなに違うのに。あ、まあまあ、そっか、ピッチャーとしてなんとなく、うん、はい、そうなんだ。そうです、だから、まあ、あの10勝してくれればって言ってる時点で今が崖っぷちです。そうなの。そう、そうです。あ、でも今去年一昨年が10勝届かなかったら、今年はまあ最低10勝してくださいって思ってます。マー君頑張って。でもまあ崖っぷちですね。そうですか、わ、うん、かりました、受け止めます、うん、その意見は、はい、続いて、早川ですね。あ、早川投手か。まあ、手術してね、はい、クリーニング手術、うん、で、まあ、今年復帰してきて、はい、で、まあね、今年3年目ですね、うん、あの騒がれて期待されるのも3年目までなんでね、うんうん、なぜなら、はい、どんどん新しいの入ってきますから、まあ、多分今だったら早川より庄司と駒子の方の期待値とメディア露出の方が多いはず。だからここで一気に新戦力にグーッいかれて、うん、1、2軍行ったり来たりになる可能性があります、頑張んないと。ああ、そこまで、そこまで行っちゃいますか。だってマー君、則本、岸が同じレベルなんでしょ。まあ、ポジションとしてはそこはもう安泰っていう感覚。そう、あと3つしかないからね。そうですね、うん、そこに庄司とか若いのが、あ、でも唐島投手は普通に、そうそう、あの滝中とか、はい、滝中いいからね、うん、入ってきたりしたら、うん、もう枠ないじゃん、はい、でそしたらもう、うん、リリーフじゃないじゃん、うん、1軍と2軍行ったり来たりするんで。そうですね。まあ、確かに残りのなんか、まあ、2、3枠を誰が入るかってところですもんね、うんうん、まあ、確かに確かに。だからかなり今年本当にいいところを、うん、とか期待値を上げていかないと、新人の時からどんどん下がってきてるからね、期待値が。そうですね、ここで成績っていうところで踏ん張らないと、うんうん、この1、2軍行ったり来たりしちゃうよっていうところになっちゃう、うん、
なんかそうですね、期待のドラ1早川っていう感じのこうなんか期待が薄れていっちゃうってことですね、うんうん、あ2軍で結果出さないと1軍に来れなくなる、あ1軍選手っていうのは2軍とかで結果出さなくても来れるんだよ、うんうん、調整だから、はい、1軍の方が打てますけどみたいな、うん、でも、もう2軍で結果出さないと上がってこれなくなる、そっか、結果を見せて実力あるよって示さないとと上がって、もう無条件で上がってくることはなくなっちゃう、頑張んないと。今だったら確かにね、あれですもんね、そうそうそう、今だったらまだ2軍で悪くても、うん、じゃあ1軍先発行かせようかみたいな感じになるけど、うん、もうかなり危ないパターンよ、うん、だから藤井と一緒ぐらいになっちゃうよ、立ち位置がエリオスから入った、あーへー、そうですか、だって藤井も2軍で結果出さないと1軍来れないでしょ、あそうですね、無条件では、うんうん、で続いてね、ピッチャー、はい、高田です、あ高田光一どうですか、崖っぷちです、もうですか、だって昨年2軍のタイトル総なめでしょ、はい、で、うん、あの1軍の一番最初の練習試合でボコスカ点取られて、そうなんですね、だいぶ失点しましたね、大チャンスなのに、うん、もう下積みできました、うん、大チャンスなのに1軍で結果出さないと、うん、まあ初戦2軍だけかって思われちゃうね、うん、まあ、確かに高田投手は今年1軍でちょっと結果残さないと本当に立場はそうですね、うん、しかもあれだからね、あのここで頑張らないと2軍で結果残しても上がれなくなるからね、うん、2軍だけかって思われちゃうから、うんうん、せっかくいいね、去年2軍での結果残して下積みしてるのに、うん、こう1軍でここで今頑張りどころだからね、うん、そうですね、うん、で続いて、はい、野手です、はい、西川、崖っぷちですか、あそうか、ポジションがってことか、そうだよ、そうそう、もう私すらなんかちょっとなんかファン、その視聴者と同じ目線で今聞いちゃってますわ、いやもうおかしい3年もやってんのに危ないね、西川は、そうですか、うん、昨年のね、はい、前半の楽天の快進撃は、うん、西川のおかげって言っても過言じゃないからね、いや本当そうです、もう西川の成績とともに上がっていって、うん、西川の成績が落ちるとともに下がっていったから、それは本当そんな感じでしたね、あとポジションがよ、うん、もうないわけ、そうですね、まあね、あ辰巳も来て、うん、島内も来て、うん、ってなったら、うん、ないわけよ、はい、危ないよね、外野めちゃくちゃいっぱいいるので、そうだから、田中和樹、はい、和田れ、うん、崖っぷちです、おーそこも、うん、いやないのよ、いやそうなんですよ、ポジションが外野本当にで吉野とかもね、うん、そうです、ね、使いたいだろうしね、うん、成長させてね、だし、オープン練習試合とかでも伊藤幸也選手とかもすごい結果出してて、うん、渡辺義明選手とか大野選手とかもいるし、本当に外野みんな今、うん、同年代から下手したら安倍が外野来る可能性もあるからね、あそっか、守れるからね、うん、行こうと思えばね、はい、で武藤選手もいいし、だから危ないのよ、そうですね、うん、新人を取りましたけれども、で岡島もいるしね、うん、いや危ない、この3人、そうですね、うん、あらっていう感じです、楽天はどうですか、まあ真摯に受け止めますよ、うじゃあ続いて、はい、袴田スコープ、あそうだ、うん、はい、このミニコーナーがございます、はいはい、私がただただ上げていこう、楽天ファンを上げていこう、そうですね、個人的に期待してる、うん、応援してる選手を発表するっていう、だから今年、まあ、ブレイクするかしないかもわからないけど、わかんないの、うん、わかんない楽天でわかろう、楽天はわかるっしょ、いやでも個人的に今年来てほしいって思ってる選手、ちょっと俺、じゃあ当てるわ、はい、どうぞ、一人、何人の、今のところ言おうかなって思ったのは4人ぐらい、4人多いな野手1人ピッチャー1人言うわ、はい、安田でしょ、あごめん違いました、あ違うぞ、はい、もう諦めた、いやいやいや諦めるとかじゃないですってひどい、そういうんじゃないですって、去年結構押してたじゃん、押してましたよ、じゃ あ前提でいいですか全員応援してますえ全員応援してるんですよ、そんな逃げ道いらんねんって、いや応援してるんです、でも個人的にじゃあ俺ピッチャー待って、はい、ピッチャー、はい、新人じゃないよ、新人じゃないよ、新人じゃないです、うん、はい、あれだもんね、まだ一軍定着するかどうか分かんないんだもんね、一人は個人的に一軍で投げるんだろうなと思ってるけど、うん、こういう風な活躍をしてほしいっていう選手もいます、ああ西口、違います、あじゃあ西口じゃないんだ、はい、悪いいや応援してますよそりゃ西口投手は去年すごい活躍をしたので今年もやってほしいと思ってますよ、 そうだそうだそうですよ、じゃあ、まあ、俺の挙げた選手じゃなかったってことだね、そういうことです、あじゃあどうですか、じゃあ個人的にまずじゃあピッチャーどうしましょうか、ピッチャーからいくと、うん、じゃあ1人目は藤平投手、うん、お藤平ね、はい、お去年ぐらいから、うん、
岸投手についてずっと自主トレ頑張ってて、うん、で去年何試合か先発投げてるんですけど、うん、まあ、そこまでは結果出なかったので、うん、そろそろドラフト1位で横浜高校から入って、うん、そろそろ活躍してほしいなという私の期待です。去年5試合先発で1勝0敗、はい、防御率 3.97、はい、だからね、悪すぎはしないと思うんです。ようやく出てきたなっていう形なので、うん、今年はローテーションを、まあ、先発ローテーションずっと守るっていうのは多分難しいと思うんですけど、うんうんうん、とにかくちょっと今年は結果を残して存在を示してほしいなという選手ですね、うん、7年目かな。そうなんです、うん、もう7年目なんですよ、うん、ドラ1で入ってから。ロッテジュニアだね。あ、そう、マリンズジュニア、ね、そうです、はい、横浜高校、うん、じゃあ続いて、唐島投手です。お、唐島投手は私と同い年なんですよ。おで、じゃあもうベテランだね。結構、いや、まあ中堅だと思ってるんですけどもうベテランですか。いや、分かった。則本投手と同い年なんですね。でも高校で入ってるので、うん、早いんですけど入ってるのは、うん、でも結構いつもいいピッチングというか、まあ、毎年、うん、あの出てはいるんですけど、うん、怪我でいない時もありましたけど、うん、でも10勝をまだしたことないんです、うんうん、9勝止まりなんですよ、19年ね。そうだから今年私結構優勝するには唐島投手の活躍必要だと思ってるので、この 10頑張ってください。唐島投手で野手、俺ピッチャー期待してるのいるよ。あ、誰ですか。ん、星、うちじゃないですか。あ、うち、うち清流選手です、ね、そうそうそう、いつも星と間違っちゃうので星清流って星がつくから、そう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 、はい、頑張ってほしいね、うん、山本由伸にめっちゃ似てるからね。見てよかったんですよね、うん、野手は野手堀内くん。おう、堀内くん、うん、出てきて、オレンジ君出てきて頑張って。あの、なんかリアクションしていただけますか。いやいや、今までの唐島とか、はい、クジラとか、はい、結構年度内の説明あったけど、はい、意気込みだけですか。こうなんか説明ないんですか。あの、私の高校の後輩です。オレンジ君頑張って。練習試合とか出てましたので、はいはい、もうあのキャッチャーなので、はい、やっぱり今、まあ、安田選手が出てきて、キャッチャーだからチャンスあるよね。いや、そうなんですよ。 でも太田選手もいて、住谷選手もいて、そして今安田選手っていうところが去年から出てきてるので、でもこれっていうのはないじゃん。あ、そうだから絶対的なやついないからね。そうそう、頑張ったらチャンスあるよ。まあ、打って、あ、だから安田が頑張るとね、いけないからっていうのもありますけど、安田選手も応援してるよみんな応援してるよ、うん、はい、続いてはあと黒川選手。あ、黒川ね、うん、黒川選手も4年目なんですけど、うん、結構今年練習試合からいい感じで打ってるんですよ。もともと入団の時から本当に期待されてる、体格もいいし、うんうん、選手ですけど、うん、まあ、ちょっと浅村選手がいるのでセカンド出にくいっていうところはあるんですけど、うん、ただあの同期で入った武藤選手の方が結構一軍でね、先に活躍してるので、うん、今年は浅村選手が5つも結構一軍に定着してほしいなっていうところが、うん、あります。で、未来の楽天を担う存在に私はなると思ってるので、黒川選手頑張って。もうなんか全然練習あのリアクションしてくれないじゃないですか。いや、黒川の成績見てた。あ、見てました、うん、だ今だって袴田さんのコーナーだから、はい、俺がしゃしゃってもあれだから。いや、でもリアクションぐらいしてください。おお。そういうの欲しいんですよ私も今黒川の成績見てた、はい、まあね、でも楽天はね、はい、石井監督もね、監督選任して、うん、今年グッといかなきゃいけないからね、うん、まあ、こう今言った選手たちがね、はい、頑張ったら総力が厚くなるからね。そうそう、層が厚くなっていくと思うので、うん、はい、まあ、頑張ってほしいですね、はい、ヤクルトスワローズです、はい、3連敗向けて指導してますけども、うん、はい、その中でも崖っぷちの人がいますね、うん、そうか、強いチームでも崖っぷちはやっぱりいると、うん、そうです、はい、まず最初に、はい、ね、石山投手です。石山投手なんてなんか安泰なイメージありますけどね。崖っぷちです。安泰ですか。なんかそんなイメージでさ、去年もいい感じで投げてませんでした。そうですね、はい、はい、1.75 防御率、うん、全然安泰じゃないですか。38試合登板、はい、崖っぷちです。どこがですか。納得できませんか。もうなんか今年はじゃあもしかしたら守護神やるんじゃないかとか。そこです。はい、守護神返り咲けるかどうか、崖っぷちです。その崖っぷちですか。あるいろんな崖あるから。あ、結構もういろんな崖出てるんですね。もちろんもちろん、はいはい、あのそんなクビになる崖だけじゃないから、はい、いろんな崖あるから、うん、まあ、昨年ね、防御率 1.75、うん、38試合登板して、うん、はい、でまあ優勝にもね、大きく、ね、貢献しましたし、うん、マクガフが退団することによって、はい、今ね、リリーフ再編しなきゃいけない中 で、うん、まあ、ケラがね、うん、守護神候補と
言われてますけども、若干まだ現状パッとしない、うん、まあこうね、外国人は開幕向けてなんで、まあ、ここからどんどん上げていくでしょうけども、はい、まあ、清水っていうね、うんうん、声もそうですね上がってますけども、はい、俺は石山がいいと思うのよ、うん、守護神清水が後ろ行っちゃうと、うん、じゃ8どうすんだよってなるから、うん、まあ、8、7とかに清水を置いといた方がチームとしてはいいんちゃうかっていう、はい、ってなったら、うん、石山が守護神、うん、はい、ね、今年35歳、うん、ラストチャンス、はい、守護神に向けては、うん、ここでもしケラとかがハマっちゃうと、うん、もう、ね、3年ぐらいケラになっちゃうから、はい、そしたらもう石山が守護神に返り咲くことないじゃん、うんうん、正直ね、はい、だから守護神返り咲くためには、うん、今年が野球人生最初で最後のビッグチャンス、うん、おーガキです。だものすごい今いいチャンスなわけですね、マクラ投手が。そうそうそう、俺は石山を推してんだよ、はい、守護神、うん、だからこそ声を大にして言いたい、うん、頑張れと。おーものすごい期待とね、応援の気持ちですね。そう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 、うん、チャンスあるからね、はい、あんまりだったらね、うん、守護神はちょっとと思うけど、去年もいいって形になったし、もともと経験者だからね、はい、そのポジションのメンタル的なこととか準備とかも分かってるだろうしね、うん、そういった意味では、うん、まあ、ちょうどマクガフいなくなって、はい、周りからねマクガフの代わり不安要素って言ってるけども、うん、俺は石山がすんなりハマれば、うん、そんなに大きなマイナスじゃないんじゃないのかなと思ってるから、うん、はい、その守護神に行けるかどうかの崖です。おお、なるほど、崖っぷちです、はい、乗り越えれるかどうか。そうですね、うん、でもう一人が、はい、4年目、うん、杉山投手です。おお、杉山投手、はい、はい、こちらはですね、うん、もうね、うん、まあ今ね、はい、先発がやっぱ規定投球回もなかなか、うん、去年だと小川だけかな、はい、だし2年連続リーグ優勝日本一してるけども、うん、10勝したピッチャーいない。そうなんですよね。で、リリーフ、うん、マグガフが抜けてケラ取ってきたけども、うん、まあ、ちょっとリリーフ再建しなきゃいけない、うん、杉山投手、はい、昨年、うん、2022年、うん、まあ、1軍ね昇格果たしたけども打球直撃のアクシデント見舞われて、はい、不運な形で登録抹消と、はい、でその後2軍で41試合登板、うん、5勝3敗、はい、防御率 3.46 と、うん、一昨年クローザーも任せられてね、うん、2軍でね、はい、っていうところもあるから、まあ、リリーフが主戦になるのかなっていうところはあるけども、うん、まあ、入ってこれる要素はあるけども、はい、ここで頑張んないと、うん、吉村ね、うん、新人もいるし、ね、大西とかもいいしね、うん、あの梅田とかいろんなリーグの選手たちの層が厚くなってきてるから、うん、今年ね大卒で4年目、そろそろ行きたいね。うん、そろそろ、うん、まあ、ヤクルトもそうですね、若い新人もね、そうそうそういるし、ね、ちょっと投手ね後ろ特に厚くなってきてるからね、うん、そういった意味ではちょっと今年が本当に勝手入れて頑張らないとね、はい、なかなかポジションが厳しくなってくるよっていうね、はい、ところはあるね、はいはい、で続いてが、はい、松本選手です。おキャッチャー、はい、いやキャッチャーね、まあ、中村ね、雄平、まあ、侍ジャパンね、はい、うん、もういるし古賀がね、うん、もういるけど、であと内山も、そうですね、まあ、内山ねレフト守ったりしてるから、うんうん、だからもう第3番って保守として、はい、でも内山の頑張りに浜田も触発されたって、はい、4打数4安打打ってた、すごかったですね、うんうん、そういった意味ではね、はい、まあ、こうそういう切磋琢磨がね、うん、チーム力を上げていくからこれはいい形になるけども、はい、うん、松本もここで遅れを取るわけにいかないから、うん、ここで遅れ取っちゃうと、はい、なんか上でカチンと固められちゃうから、うん、これ割って入れるように、うん、今もう勝負だね。そうですね、うん、キャッチャーとしてね、そう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 、うん、そういった意味ではねここでしっかりバッティングの方でも結果残したいなっていうね、うん、はい、ところはあります、はい、続いてが、はい、川端選手です。わあ、ベテラン、そう、うん、これなんでかっていうと、まあなんでかって言ってもね、うん、もう川端選手も超ベテランだし、今年36、6か、うん、18年目、はい、ね、で、まあ、いろいろ体のね、うん、まあ、怪我とかもあるけども、まあ、あの2021年はね91試合に出場して第3割7分2厘、はい、代打でも大活躍みたいなね、うん、そうですね、うん、でここによ、はい、この川端のポジションに青木が来る可能性もあるんだよ。でそうなってくると、うん、2枚ってなかなかね、はい、まあ、もちろん青木はスターティングラインナップでね出ることもあるだろうけどもね、うん、はい、だからこれはもうどこまであと長くできるかの勝負だね。トータル打率2割9分3厘だから高いね。すごいんですね。3割乗せたいね。うん、うん、そうか、でも去年のじゃあ1割7分5厘っていうのがすごい高いですね。まあ、ちょっと 下げちゃったけど、うん、まあでもねここはもう一世一代の大勝負だね、うん、そうですね、まあ、年齢もっていうところもあるけどね、うん、うん、まあ、あと青木とポジション被ってくるからね、はい、まあ、これはもうね年がいけば全員ねサバイバルだからね、うんうんうん、そういったところはあれだけどもね、はい、で続いてが、まだいるんですね。いる、はい、
西浦選手です。西浦選手か、はいはい、これはもう、うん、頑張んないと、はい、ね、ショートの、はいね、なかなか埋まらずにっていうところを長岡選手が埋めて、ねうん、この練習試合も、うん、長岡選手いい形のそうな結構打ってしてんのよ、そうなってくるとよ、うん、危ないのよ。そうですね、うん、だからあの広岡選手がトレードされたように、うんちょっとまあ、でもずっとチャンスあったからね、うん、ずっと、はい、それを掴みきれなかったのが痛いね。で去年1軍にもあんこそう6試合6試合かそれはもう長岡がいるから、まあ、もうがっちりでしたからね、うん、だからもうここはもうね本当もうチャンスはあと竹岡もね、うん、とかもいたりするしチャンスがどんどん少なくなってきてるから、うん、でも唯一の巧妙は、はい、みんな左っていう、うん、右が少ないんだよ。あ、なるほど。ヤクルトは全体的に、うんうん、だからね、ファーストも村上でしょ、はい、で長岡でしょ、うん、で山田哲人、うん、で外国人、うん、で外野は塩見、うん、青木、うん、山崎幸太郎とか、はい、で宮本とか、だから次レギュラー格は右いるんだけど後ろから行くバッターに左が多いから、うん、そういったところでは代打とかね、うん、っていうところから巧妙を掴んでいきたいよね。だから内山とかと勝負になってくるけどね。そうです、うんうん、でも右の代打っていうところでから踏まえて何かあった時にすぐ右として試合出れるようにしていくしかないね、うん、そうですね。そっか、だって自分より若い人がもうレギュラーを掴んじゃったってなるとなかなかこれも人生の一番やばいパターンだからね、うん、プロでいうと難しいですね、うん、でもまあこんなところでね、うん、沈んでるわけにいかないからね。いやそうですよ、なんとかしてっていう、うん、もう今年はもう本当人生最大の勝負だね、うん、そうですね、うん、勝負年ですね。いや本当勝負年、完全に、うんうんっていうところはね、まあ、どういう戦いするのかね、はい、楽しみだね、うん、はい、じゃあ袴田スコープは、はい、袴田スコープのコーナーになります、うん、はい、私のいや、まあ、内山選手頑張ってほしいなって思うんですけど、ただなんかもうみんなの期待がものすごく高いので、うんうん、で静岡でもないしね、うん、はい、まあ、そこ別にいいんです違うの、はい、全然静岡いないの、はい、あの今回は静岡いないんです。あ、いないの、はいはい、内山選手はもうみんなの期待が高いから私がもう頑張ってって言わなくても、うんうん、まあ、みんな思ってるだろうなっていう、うんうん、今最近レフトとかやってるんですよね、うんうん、じゃあ誰ですか。はい、赤羽選手、お、はい、フレッシュオールスター MVP MVP の、うん、はい、結構今練習試合とかでもいいオープン戦もいい感じなんですよ、うんうん、右だからね。そうなんです、うん、であの育成からね去年支配下になって、うん、で去年もちょっとしか出てないですけど、うん、なんか注目されるぐらい結構いい活躍してたので、うん、本当に今後が楽しみだなっていうところがね、うんうんうん、あるなんか選手だなと思っております、うん、なので今年もうちょっと一軍にいてなんか出てくるんじゃないかな。まあ楽しみだね、うん、すっごい楽しみな選手、うん、だってこのフレッシュオールスターも最初選ばれてなかったのに、うん、はい、コロナで欠場が出たから、うん、急遽行って、はい、MVP だからね、MVP、うん、フレッシュオールスター MVP はね活躍する確率がね高いっていうね数値が出てるから。あ、そうなんですか。そうそう、うん、まあ俺はもう MVP フレッシュオールスター。あ、フレッシュオールスター MVP なんですか。知らんの。あ、そうだったんですか。2001年、はい、東京ドームで、はい、コナミフレッシュオールスターって、はい、MVP で、へー、でコナミのプレイステ2のゲームソフトいっぱいもらったの、はい、いっぱいもらえるんですか。どうしたんですか、そのいっぱいもらったの。山中さんコーチの息子さんがまだ小さかったから、はい、うん、全部開けた。そうなんですね。いや、めっちゃ喜んでくれた。そうですね、うん、あ、じゃあフレッシュオールスター MVP はある。今井もフレッシュオールスター MVP だから、ね、ありますね。あとイチローさんもそうだから、お、あとヤクルトって青木もそうだから、はい、MVP、ちょっとこれ来そうですね。チャンスあるから、うん、いずれね、うん、はい、さあそしてもう一人金久保投手、うん、で投げてんじゃん今。いや投げてるんですよ、うん、なんですけど、うん、一昨年ぐらいにこう出始めて、うん、で去年はねあんまり投げてないんですよ、うん、ただね去年か一昨年ぐらいに、うん、石川雅則さんに番組出ていただいて話した時に、うん、すっごい金久保投手いい投手だって言って、うん、後輩のことをすごい褒めてて、うん、で絶対出てくるみたいなこうお話をされてて、うんうん、っていうところから私はすっごい期待をしてるので、うん、今年結構まあ先発陣で言ったら佐藤さんもこう10勝してる方がいないってね、うんうんうん、いうぐらいなので私はこう若手として今年もうちょっとなんか出てくるんじゃないかなと期待をしているピッチャーでございます、うん、だって21年も確か打球がなんか当たったんだよな。あ、調子めっちゃ良かったのにね、うん、でそれで欠場しちゃってっていうあれがもったいなかったよな、はい、
本当めっちゃいいピッチングしてた2021年。そうだったかもしれない。そうそう、うん、で去年がそんな夢投げてないんですよ、うん、そうそう確かに。だって全試合見てる前からね、うん、そうです。まだ記憶にあったわ。本当ですね。危なかった、うん、よく覚えてますね、うんうん、いいところで引き出し開いたわ、うん、はい、すごい記憶がまあでもヤクルト3連覇に向けてだからね、はい、うん、そういった意味では、うん、まあね、でもこういった意味ではすごい楽しみな若手もいるんですよね。いる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 、うん、ねえ、はい、なので私はまあネクスターとして、うん、ネクスターね、はい、赤羽選手と金久保選手を挙げたいと思います。よく覚えてたね、はい、もう俺忘れてたよ、はい、さあ今日は日本ハムです。はい、もう最後ですよこれで。最後です、はいはい、この企画、はい、崖っぷち選手っていうね、うん、あとあの 最後になって言うのもあれだけども、はい、あのチームごとの動画の尺の長さ、うん、短さで、うん、そのチームに興味ありなしとかっていうのをやめてください長くするの簡単だからね、はい、ぶっちゃけ、まあ、ちょっと雑談とか脱線してる部分もありますからね。そうそう、あの無駄な話、うん、5分ぐらいしたら、はい、あの15分以上の尺になるから。そうなんですよね多分このシリーズも結構長いのと、うん、まあ、コンパクトにまとまってるのと両方ある気がするんですよね、うん、そう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 、最初にね問題ですとかっていうのを、はい、出せば出すほど、はい、だから関係ない話だから長いチームは関係ない話ばっかりしてるからね。そうなんですよ。だ実質多分10分ぐらい本編喋ってるんじゃないですか。そうそうそう、どのね球団も、うん、はい、でも今日日本ハム最後です、はい、崖っぷち選手、うん、筆頭は、はい、ね、まず1巡目この選手です、うん、宮西です。え、宮西投手、うん、崖っぷちです。まあ、今年で38歳、はい、まあまあそれは大ベテランですよね、うん、16年目、うん、ね、で昨年、うん、まあ、故障もあってね、はい、左肘の手術、うん、で自身初の50試合登板届かなかったと、はい、っていうところでね、でもすごくない、うん、15年連続50試合投げてるんだよ。ずっとですよ、うんうん、すごいよね、はい、しかもその中で、ね、通算防御率も 2.50 とね、うん、安定した投球、あーすごいな、うん、であと今808試合、はい、ね、うん、老いとの戦いです。老いとの戦いです。老いた、そうですね。こっから、うん、若い時やっぱ怪我してもね、うん、復帰するの早くなるんだよ、はい、まあ、筋力も若いしね、うん、トレーニングもできるし、うん、でも晩年になってくると怪我してから復活するのが長くなるんだよね、うん、はい、でまた元通りにポテンシャル戻らないとこもあるから、うんうん、そういった意味では、うん、そのね昨年、うん、まあ、1年間休むことになっちゃってね、うん、こっからどう挽回していくのか、うん、しきれるのかしきれないのか、うん、崖っぷちです。まあ、そこ年齢的な部分でいくとこのまま落ちていってほしくないけれども、そういう可能性も出てきますしね、うん、そうそう、老いとの戦いも上がってくるからね、で怪我した時っていうところがね、であとやっぱりねその、まあ、本人頑張れたけどやっぱ50試合登板が消えたっていうところね、うん、ちょっとこの気持ちのね、うん、っていうところもね、やっぱその今まで続けてたから、はい、やっぱそう続けなきゃいけないっていうのはね、うん、あったと思うのよ、はい、だからあの2021年も、うん、50試合きっちりしたし、はい、2020年も50試合きっちりだからね、結構50ぴったりの年ありますね。そう、やっぱそれ、うん、そうだし、そう投げなきゃいけないっていう思いがね、うん、こうガーッて体を押し上げてたところでね、うん、もう一回奮い立たせるね、はい、ところでどこまで頑張れるのか楽しみですね、うん、はい、ルーキーイヤーから本当にすごいですね。 やばい、えぐいよ、うん、ねえ、で続いては、はい、川野投手です。はい、川野流星、あの佐藤さんの地元の後輩じゃないですか。はい、4年目です、今年、はい、崖っぷちです、はい、やっぱりね先発するのかリリーフ、俺はもう絶対リリーフの方がいいと思うよ、うん、でも左はリリーフね、今言った右アニーシ、うん、あと堀とかもね、はい、いるし、うん、やっぱ先発だと本当にこのチェンジアップ系がないだけにね、うん、苦しいから俺はもうリリーフのスペシャリストになった方がいいんちゃうかって思うんだけどね、うん、佐藤さんそれもずっと何年も言ってますよ、3年ぐらい言ってますよね。そうだってこれ習得できないからね、うん、チェンジアップ系を、はい、この前ダルビッシュが報道ステーションで言ってたの、うん、これと手のこれとこれを両方投げれる人ってそんなにいないらしくて、へダルビッシュもこっち系は苦手らしい、はい、へそうなんだ、だから全部がこっち系らしくて、はい、で松坂と対談だったんだけど、うん、松坂はこっちもこっちも両方できるらしくて、へダルビッシュ枠この手この返しをどっちも器用に完璧に使いのこなせる人って珍しいらしくて、へカードもこっちばっかりなわけ、はい、こっちが苦手なわけ、うん、でもそれは先発ピッチャーとしては致命傷になるから、うんうん、そういった意味ではもう俺はリリーフの方がいいんちゃうかっていうところでの崖っぷちだね、うん、はい、うん、そっちを使いこなせていかないと、でももうずっと言ってるけど無理っぽいからね、うん、でもリリーフリリーフだったら関係ないから、
そうですよね。そうそう、うん、で一昨年もリリーフの時は安定してたからね、うん、先発やるんだったらっていう。そうそう、でも俺はもうリリーフ専念の方が本人もいいんちゃうかって俺は思うんだけどね、うん、チーム事情もあるかもわかんないけど、はい、で続いてが、はい、田中正義投手です。おー、なれ、去年とか、人的じゃなくて、あ、人的ドラフト、うん、保証ね、保証で入りましたけど、うん、でもちょっとソフトバンクでいい感じの出方してたんですよね、ちょっと元気だったらね、うん、あ、そこなのよ、ね、うん、そこなのよ、うん、ポイントはね、はい、今季は万全のコンディションで出てみ、新天地で潜在能力を開花させたいっていうね、うん、元気かどうかっていうね、はい、昨年もオープン戦からキャンプからオープン戦めっちゃ良かったからね。そうなんですよね。でまた怪我したいっていうところもあるから、この怪我せずに、だからこの、うん、やっぱり移籍1年目って勝負だからね、はい、でしかも日本はちょっとリリーフ陣薄いから、うん、ちょっと成績がいまいちだから昨年も、うん、そこで入っていく余地はあるけど、はい、1年目が一番期待値高いから、うん、まあ、ここでどうなるかだね、うん、勝負だね。そうですね、うん、でも田中正義投手にしたらソフトバンクのもう人がもうたくさんいるっていう状況がめっちゃ良かったよ。本当に良かったですね。俺はめっちゃ良かったと思うよ、うん、だってどこで活躍したって一緒だからね、うん、はい、逆に一軍で活躍しないとどこにいたって意味ないからね、うん、そういった意味ではもうビッグチャンスだね。本当にそう思います、うんうん、で続いて、うん、江越です。おお、はい、移籍ね、また移籍した組で、そう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 、うん、でもいい感じで打ってんだよね、はい、昨日も、うん、しかも練習試合のところもね、はい、練習でも長打打ったりとかして、うん、チャンスあるね。だから江越も良かったよね。いや、そうですね、日本ハム来てね、うん、これもう人生最大のビッグチャンスだね、はい、移籍して1年目ここをつかめるかどうかがね、うん、本人にとってのこの未来像が変わるからね、はい、それはもう勝負どころの崖っぷちよ、はい、これも今年頑張んないでいつ頑張るっていうね、うん、今でしょっていう、はい、何ほうって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 何今でしょ仕上がったなみたいな、はい、続いて、はい、清水、うん、ね、佐々木翔にもうすぐだったとこはね、はい、もう懐かしい昔、うん、もう3年ぐらい前になりますね。でしかもね、うん、FA で伏見が来て、はい、で去年宇佐美がいて、うん、ね、うん、どうなるんやっていうね。一番手だったのが今だから3番手ぐらいになっちゃって、ね、他はまあね、郡とかね、うん、古川とかもいるから、はい、ひょっとしたらアレエル・マルティネスもね、そう守ろっちゃ守れるからね、もともとね、キャッチャーで入ってますからね、うんうん、どうすんねやっていうね。そうですね、こう頑張んないと本当に、あんだけもう来年こそぐらいのね、でも来年こそでその結果出しないからこういう結果になるからね、うん、だからこう勝負どころのところでやっぱ結果出さないとこうなってきちゃうもん、うん、そうですね、取ってこられてね、でもそういった意味では崖っぷちだね、うん、今年勝負ですね、うん、もう本当は去年勝負だったけどね、うん、もう今年勝負じゃないと終わっちゃうよっていうね、はい、ところあるよね、もうその戦いの場にも行けなくなる可能性あるからね、うん、はい、で続いては、はい、水野選手です。はい、2年目ですよね。そう、うん、水野辰樹、はい、2年目、はい、2年目ですよまだ。そう、それなんてかっていうとね、はい、同期の上川端がショートに座って、うん、はい、あと奈良間くんがそうです、いい感じで出てきて、はい、いやその同じ世代が行っちゃったら、うん、まあ厳しくなるから、はい、そうですね、うん、まだ、うん、ね、石井とか頑張ってる分にはまだいいけど、うん、同世代同期とかが頑張っていくと、うん、はい、もう行くとこなくなっちゃうからね、うん、でしかも去年ね出だし良くて、うん、ひょっとしたらあるんちゃうかと思ったらね、私も新人を候補に挙げてましたからね、そう上川端が来て、はい、ってなった時によ、うん、これもう今踏ん張っとかないと、うん、ここで離されたら、はい、もう勝負付けついちゃうからね、うん、で、どうで年近かったら、うん、これ逆転するのってすごい大変になってくるから、うん、確かに同じポジションで同じ年代がいるっていうのは厳しいですね。そうそう、それで負けちゃうとね、うん、永遠のもうね勝負付けになっちゃうからね、だからもう固まらせないっていうところですよね、うん、だからここ粘ってね、うん、いかないと。まだ今ね、うん、チーム的に発展途上だから、はい、入っていく余地は全部あるからね、うん、でまあ、他のポジションも内野あるしね、いろんなところ、はい、こう勝負だね。そうですね、うん、うん、はい、っていうところです。はい、じゃあ袴田スコープは、はい、袴田スコープ、そんな水野選手頑張れって言ってる中で、うん、奈良間選手頑張れでもいいね、そうな形でアピールしてるからね。うん、あ、静岡じゃん。そうですよ、常葉菊川ですよ、お、はい、立正大。私がドラフトの時に、うん、静岡枠私の枠でどっかお願いしますっていうふうに、ね、うんうん、言ってた選手ですけど、うん、まあ、高校時代に指名漏れして、うん、すごい粘ってね、大学で侍ジャパン入ってる、はい、うん、そうなんです、うん、で、ショートなので、うん、ちょっと、まあ、競争になるじゃないですか、さっき話してた奈良間派。いや、ちょっとまあ地元推しなんでね、うん、
奈良間君が頑張ってほしいですよね。水野香川。香川県。おお。でも徳島だから。そこは四国のなんか同盟みたいないんですか。ない。そうなんですか。別なんですか、ね。まあ、隣だから頑張ってほしいなっていうところあるけどね。四国出身ですからね。まあ、じゃあ奈良間君頑張ってほしいな。でもいい感じでね、うん、見せてるから楽しみだね。そうなんです、うん、だしまだ日本ハムっていうチームだからこそ、うん、掴んだらね、うん、長いかもしれないですし、うん、そうだねそうだね、うん、奈良間君頑張って。はい、続いては、続いてあと矢沢君 もう楽しみでしょうがないです。矢沢さん、はい、矢沢健一さんじゃないですよ。違うの。矢沢さんに注目してるのかなと思って、プロ野球ニュースで。いや矢沢、私矢沢さんにも注目してますよ。そうなの。いつもコメントが面白いんですよ。本当。あの電話出演の時とかでも、うん、ホームランって言ってくれるんですよね。うん、ね、そうそうそう。うん、そう、あと急なツッコミが電話だと分かりづらいっていうところあるけど。そうなの。たまになんかちょっと全員が止まるってんみたいなね。え矢沢さん。そうそう。あ電話難しいよね。難しい。うん、やってる方もね。打ち合わせと全然違うこと言う。そんな矢沢さんが大好きですけど、矢沢康太選手、うん、もうだって練習試合の時からホームラン打ったりとかパンチ力あって、今もかなり打率残してません？練習試合オープン戦で何番セバンゴ？内野？外野？外野。あ、ピッチャーのとこにいるのかな。13。ああ、ルーキー？ルーキーの矢沢です。あ、こっちの感じの矢沢ね。はい、さんずいに尺の矢沢を探してた。あこっちのもうルーキー、 A吉行ってた。乗ってくれ、あーはー言ってた。あ、そっちの矢沢です。リリガリリガリリリリーって、その A ちゃんは知ってますよ、さすがに。すごいねでしょ。あ6割は打ってるんですよ。躍動感あるしね。はい、で、なんならもうピッチャーでもなんか野手としてのなんかポテンシャル高すぎて、うん、どうなるんだろうって、どういう使い方するのかなっていうのも、ねね、気になるんですけど、ね、まあ、いろんなビッグコースターからいろいろな使い方いくんちゃうですね。うん、ただこれ面白いよね、はい、見る方もね、見る方もめっちゃ楽しみです今。いきなりね、うん、ワンポイント矢沢で、はい、で終わったらまたライトとかね、はい、あるかもかね。開幕投手とかないですかね。まだ決まってないですよね、日本ハムって。あるね。あ、決まりましたっけ。あ、加藤って去年言ってたじゃん。あ、そうだ、一番早く決まってた。そうだそうだ。忘れてるやん。そうだったわ。加藤だから。加藤投手だ。うん、でもね、あるかもわかんない、ね、あるかもわかんない、いいところでね、何かでね、うん、何か起こすかもしれないです。そう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 、めっちゃ楽しみ、楽しみだね。はい、ということで奈良間君、矢沢君、頑張って。まあ、ということでね、はい、12球団やってまいりましたけど、はい、まあね、上げた選手はね、うん、この頑張りがね、チームを支えていくからね、はい、ぜひ全員ね、頑張ってもらいたいですね。はい、はい、ということで、12回ね、崖っぷち選手、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。